に勝るものはない。自分を甘やかすのはいいことだし、そう思うでしょ。楽しみにしてたの。ああ、黄金のフェイスマスク、これ以上のものはない。人形も忘れずにね。プラスチックでの生活は思ってるほど楽じゃないのよ。人形にも贅沢を。足湯、一日中歩き回ってたんだ。もちろんショッピング。ああ、そうそう、とても暖かいよ。ゴールドは垂れ目にとてもいい。垂れてるわけじゃないけどさ、とてもグラマラスな気分。素敵なスパね。イエーイ。足が洗えるなんて最高。最高の人生だね。おやつにとっておこう。ああ、何が起こったの。うわー、バービーパーティー、これよ。やったわ。重要な人形が揃うのよ。衣装選ばないとね。楽しいのよね。ファッションショー。何か気に入ったものはある？ないわよ。こんなの買ったっけ。やだ。あ、見つけた。準備できたよ。どう思う？正直に言って。うわー、素敵じゃない。待って、バービーパーティーがあるの？招待状手違いで届かなかったんだよ。ねえ、こっちに来て。パーティーには行けるよ。一緒に行ってもいい？お願い、お願いよ。ベティに聞いてみよう。ベティ聞いて、私たちと一緒にパーティー行きたいんだって。え、あいつら？いいんじゃない。ベティいいってよ。わーい、ありがとう。楽しみ。でもそれじゃダメよ。一応基準ってあるしさ。その服ダサすぎ。何かできることがあるはずだよ。待って、あった。風船が全てを解決してくれる。仕事に取り掛かろう。待って、できた。どう思う？シックで楽しくて、パーティーの準備ができてるって感じ。うわー、気に入った。それに合うバッグがあるんだ。待って、犬が食べちゃったみたい。私のお気に入りだったのに。見なかったことにしてね。ゴミ箱行きだ。大丈夫だよ。でも何とかしないとね。今日に限ってピカピカの紙があるんだ。線を引いておくよ。今度は折り目をつけるよ。そうすれば折り返すことができる。ここでもう一つ折る。反対側も同じようにする。角を折る。小さな三角形を作りたいの。こんな感じ。次にサイドを折り込む。私はこの三角形を押さえる。そして紙を折り返す。折り紙楽しい。折り鶴じゃないよ。折り目はこれで全部だね。バッグを組み立て始めることができる。角を曲げるよ。そして上に折り返す。ここからが厄介なところ。サイドをつまんだら真ん中に押し込む。今度は紙を束ねる。それからこの部分を封筒のように折り返すよ。かぶさる部分はここ。それでおしまい。かわいいバッグ、キラキラ落とそう。ああ、このチェーンもつけちゃおう。いいストラップになるよ。完璧。私の人形にぴったりよ。早くみんなに見せたいよ。理想的なアクセサリーでしょ。ドレスを本当に引き立てるんだ。いい感じだよ、お嬢さん。どう思う？何をやるじゃない。私だって。待ってて、この中に靴箱？いいもん、うまくいくはず。ちょっと変身させちゃおう。黒い絵の具を塗るよ。それから乾くのを待つ。次は金色を使うの。箱の上から垂らすよ。模様を作りたいんだ。ユニークでしょ。宝石はいくらあっても足りない。全体に施してね。エレガントにしたいけど、つまんないのは嫌でしょ。これで十分。いい感じ。靴を出すよ。金色の紐に金属球を通したの。そして箱の上部に穴を開ける。穴に糸を通す。足りないのは現金だけ。素晴らしいよ。ねえ、これ見て。あなたのお望み通りよ。どうぞ。うわぁ、素敵。私の好み知ってるわね。準備は OK よ。パーティーしよう。ふぅ、なんて日だ。本当に。え、これは何？ケンからのプレゼントだよ。優しいのね。そしてロマンチック。私のボーイフレンドなの。なんて言った？何をやるっての？えい、くらえ。ケンに近づくな。やめて。そうね、どう見ても私たち用だし。いや、うちらでしょ。もうどうでもいいわ。開けてみるわね。そうすればそれが誰のためのものなのかわかるでしょ。お、見て、ゴージャスだ。ケンのセンスって最高。私たち用だって言ったでしょ。
どうでもいいし。さあ、試してみよう。気持ちよさそう。いやー、素敵な椅子。ケンはお姫様って呼んでくれるの。本音だったのね。座って。あ、ちょっと待って。これ使って、見た目が完成するわ。素晴らしいよ。写真撮らなくちゃ。最高の背景もあるよ。いい？笑って。雑誌の表紙になれちゃうわよ。カメラ写りも最高。ポーズも素敵。何してるの？魔法作ってんのよ。そう、そのポーズをキープして。やってらんない。すごい、見事だ。そうでしょ？すごい、ただすごい。ちょっと待ってよ、あのストローはここにあったのか。ずっと探してたんだ。これは使えるよ。ストローの側面に沿って接着剤を塗る。小さな部分を開けておく。そしてもう一本ストローを刺す。こうなるまでストローを足していくよ。これは横に置いておこう。ストロー2本こうやってくっつけるんだ。じゃあもう一本作ってね。これがフレームになる。他のストローを上に置く。リラックスできるラウンジチェアだよ。使ってみたいよね。早くバービーに見せたいよ。絶対気に入るはず。ぴったりだと思うんだ。とってもリラックスできそう。出来には満足よ。何あれ。わあ、気持ちいい。わあ、アクションショット撮るよ。超楽しい。もっと高く。わあ、なんてこと。椅子が壊れてる。なかなか楽しいね。笑うな。信じられないわよ。うわあ、新しい人形だ。どんな人形だろう。見てみよう。お、未来的だ。でもお風呂に入りたいって。水に沈めるよ。暖かければいいんだけど。さて、マジック開始よ。水の色は変わってきてる。何かが見える。準備できたかな。すごい大変身。すごいかわいい。髪を直しましょう。うわあ、グラマラス。素敵な色ね。私の髪もそうだったらいいのに。いいな、ラッキーで。人生って残酷。なんで泣いてるの？人形が欲しい。もういっつも欲しがるよね。はい、これあげる。うわあ、超ラッキー。ちょっと待って。そうそう、忘れてたよ。ここにある。キャッチ。ちょっと変だね。でも不満はない。とても楽しいよ。最高に楽しい。準備はいい？行くわよ。もっとアクセル全開。まだまだこれから。髪に当たる風が好きなんだ。ピッピー、何やってんのかな。うん、虫を飲んじゃったかも。運転免許持ってるのかな。そんな、植木鉢。ちょっと、なんてこと。ふざけすぎよ。ちゃんと掃除して。本気よ。う、大したことじゃないよ。まったく理不尽だ。ブラシちょうだい。う、これは重い。ちょっと手伝ってくれる？もう、どうすればいいの。何かいい案ないの。うまくいかないよ。代わりに掃除機をかけたら。どうぞ。うん、バカバカしい。ちゃんとやって。壊れてると思う。前にも同じこと言った。ほら、早くして。そんな目で私を見ないで。別の方法じゃないとダメよ。ちょっと待って。分かったかも。ブラシを使うわ。これで大丈夫。毛が柔らかくていい。取り外すわね。結構簡単。画用紙を切るよ。それからブラシに貼り付ける。反対側も同じようにするよ。今度は細い木の棒が欲しい。青い画用紙で包むよ。しっかり締めておくよ。こんな感じ。テープで固定するよ。これを上と下でやる。これでブラシをつけることができる。これでいいわね。ちりとりも作らなきゃ。オレンジの画用紙を使うよ。こういう形に切るの。大きい方の縁に接着剤を塗る。そしてもう一つのピースをくっつける。ハンドルも作ろう。これには別の木の棒を使おう。くっつけたらおしまい。掃除を始める時間。本当にそれがあなたのアイディア？きっとびっくりするわよ。私は手作業はしない。
ガジェットを使う方が好きなの。このミニ掃除機のように可愛いでしょ。これで綺麗にできるわ。すごい感動的。私のだから、どうぞ掃除して。やりたくない。私運転もしてないけど。全部綺麗にしてよ。わかりました。これ使って。ありがとう。早く終わらせよう。私にこんなことさせるなんて信じられない。早く終わってほしい。終わったよ。綺麗でしょ。上手じゃない。お疲れ様。もう汚さないでね。漏れる漏れる。早くして。マナー悪すぎ。そっちこそ。もう我慢できない。うわ、このトイレ汚すぎる。え、そこで何してるの。助けてあげる。私がこんなことするなんて。うわ、気持ち悪い。どうしたらこんなに汚れるの。今日は嫌なことが立て続きね。綺麗にしなきゃ。狭い場所怖くない。入って。ちょっと目が回るかも。わあ、催眠術みたい。ふう、やっと終わった。全然違う。さっきよりマシね。でもまだ汚い。例えば髪の毛とか。大丈夫、私に任せて。変身させてあげる。イケイケで楽しい髪型がいいかな。ボブとか。金髪は今日で終わり。想像以上に楽しいかも。熊のぬいぐるみも同じようにしよっかな。ガムがたくさん。全部取り除かなきゃ。動かないでね。シャンプーとか使ったことある。ないみたいね。うわ、これはゴミ箱。微妙。全部剃っちゃえ。坊主意外と似合うかも。見てみよう。髪の毛なくても可愛いはず。私は絶対に嫌だけどね。あれ、ちょっとダメかも。そうだ、いいこと考えた。頭の上に糊を垂らしてあげる。コンディショナーみたいでしょ。これで十分。見て、紫色の髪の毛、ママのウィッグから取ったの。頭にくっつけるね。糊をつけて少しずつ増やすの。頭全体を覆うように。少しでも隙間があったら恥ずかしいからね。これが最後。わお、さすが自分。溶かしてあげよう。すごく綺麗。まだ終わりじゃないよ。キラキラさせちゃおう。このガジェットすごく便利なの。髪の毛を挟んで押すとジェムストーンがつくよ。きらびやかでしょ。ほら、すごく似合う。私美容師に向いてるかも。かわいい。わお、本当にいい感じになったね。次は何。うん、まつげ。どうにかしなきゃ。痛い。友達のためならしょうがない。長くてふわふわのまつげだよ。あと少し。わお、イメージ通り。仰向けになってリラックスして。今度は唇。いい考えがあるの。透明のネイルポリッシュを唇に塗ってあげる。私は絶対にやらないけどね。唇が軽くコーティングされるよ。こんな感じ。グリッターもつけてみよう。ピンクがいいかも。そうすれば唇が目立つよ。ああ、やりすぎちゃった。でも大丈夫。わあ、私もグリッターのリップが欲しいな。そしたら双子だね。ちょっと見せて。何か足りない。そうだ、タトゥー。安心して、痛くないよ。ブラシを丁寧に動かしたらタトゥーになる。両腕をカバーするとかっこいいかも。うん、ちょい悪感がいい感じ。目立つしね。次は新しいクローゼット。いろんな洋服があるんだ。気に入るものがあるはず。見て見て。あ、これはどう思う。ちょっと違う。それじゃあ、T シャツが似合いそう。かわいい。うん、どうだろう。やっぱり、微妙。他には？着てみて。私は好き。すごく似合う。でも一つ足りないものがあった。靴。裸足だと歩きにくいからね。私の靴は大きすぎる。うん？アヒル？まさかここで？トイレ流した？あ、でも、これ使える。だって、これはスライムだから。伸ばすよ。足出して。足の周りにスライムをつければ OK。オーダーメイドだよ。
デザインも特別。色を加えるよ。トレードマークにいいかも。コントラストがいい感じ。ヒールの部分も黄色くしよう。わあ、どんな洋服にも似合いそう。大変身だね。やった。ん？どうしたの？ああ、なるほど。トイレに行きたいのね。ペットボトルの上部分を取る。空手やっててよかった。色を塗るよ。白がいいかな。一周したら首の部分も塗るの。しっかり乾いたら瓶の蓋に乗せてね。便座も加える。座り心地が大切だからね。ここにはフォーム、貯水槽も取り付ける。はい、どうぞ。トイレ試してみて。大丈夫、見てないよ。うわぁ、すごいね。ねえバービー、遊ばない？うん、気づいてくれてありがとう。私、新しいものに挑戦してみたいんだ。一緒に遊ぶと楽しいね。ん？新しい人形か、見せてくれよ。え、やだよ、私のだもん。くれよ、いただき。ちょ、気をつけてよ。やめて。おお、かわいいじゃん。うわ、ドライブに行かね。どうよ金髪姉ちゃん、ブーンブーン。わあ、髪に感じる風が気持ちいい。飽きたな、パーティーに連れてったろ。体はいらないや。ひどい。ウケる。キャッチ。急に頭痛くなってきた。じゃあな。バービーが大丈夫。あんな仕打ちひどい。大丈夫、私に任せて。ほら、元に戻ったよ。元通りとは言えないかな。イメチェンが必要だね。わあ、バービー見て。これちょうどいいじゃん。バービーの髪ボサボサだし。ちょっと、ズケズケと。時間がもったいないね、剃り落としちゃおう。動かないで、すぐ終わるから。スキンヘッドも似合うよ。やめて、バリカンはしまおうよ。無理、絶対気に入るよ。気に入らないから。うわ、頭ピッカピカだね。私のまばゆい金髪が。絶対寝首を描いてやる。ほぼ完成したよ。なんでこんなことするの。マジ最悪。次に針を用意するね。新しいヘアスタイルに必要なんだ。針をバービーの頭に差し込んで。髪は固定されるはずだよ。エクステみたいでしょ。順調だね。信じて、いい感じに仕上げるから。スキンヘッドよりヤバいとか無理だからね。じっくり時間をかけよう。最後の一束、どうかな。わあ、すごい。色が必要だね。マスカラのブラシにマニキュアをのせて髪の毛に走らせるんだ。うわ、この色すごく似合ってるよ。いいね、髪染めてみたかったんだ。でもケンが金髪がいいって言うからさ。これでいいかな。次にアクセ、このピアスをつけてみよう。やん、おしゃれ。わあ、すごい綺麗。最高。次は、次は。この衣装が良さげだね。髪にすんごく合ってる。おお、スタイリッシュって感じ。ファッションセンスあるね。喜びそうな人連れてきちゃった。わあ、やだ。おお、バービー綺麗だ。やん、二人とも可愛い。感動してきちゃった。キース、しない方がおかしいだろう。私、彼氏が。いや、歯も磨いてなくて。大丈夫だって。わあ、ついにおとぎ話みたい。おお、人形もう一体あるのか。うげえ、キスしてんじゃん。いちいち邪魔しないで。プレゼントをやるよ。どうだ、汚い。こっちは、いて、渾身の一撃。その、勝手に転んだみたい。イエーイ、空を飛んでるよ。もっと高く、イエーイ。楽しいね。バービーと一緒なら何でも楽しいよ。給料に見合わねえ仕事だ。おい、お前にお届け物だぞ。え、本当に？すぐ戻るね、バービー。慌てなくていいよ。俺は帰るぜ。なんだろう、送り主が書いてない。うん、面白い。ま、開けてみるか。どうも。なにこれ。
バービーも見た？うわ、何？新しい人形だよ。不気味すぎるんですけど。え、どういうこと？私の真似してんじゃん。うん、なんだ、意外と楽しい。私には退屈だけど。ならいろいろ試してみよう。私も踊れるよ。こんな動きもできるんだ。バービーは黙ってて。フリースタイル。よし、今だ。やだ、何すんの？くらえ。ちょ、やめて。うわ、見てらんない。私に従ってもらおう。なんでこんなことすんの？実は俺でした。え、ちょ、戻ってこい。うわ、あいつ最悪。ランラランラランラン。わあ！ あ！ バービー、大丈夫？大丈夫ではないかな。このことは忘れよう。本当にごめん。綺麗にしてあげるね。心配しないで。急いで。くっさいから。ニキビを潰さないとね。うわ、いっぱい出てきた。でっかいな。キモ。とは言いつつ、なんか癖になる。ゲー！洗顔料が必要だね。すごい数だな。助けてくれてありがとね。これでこそ友達。これ楽しいな。うん、次は。そうだ、歯磨き粉が必要だね。顔に塗りたくるんだ。お肌が輝くはずだよ。本当？気持ちいい。ありゃ？おお、フレッシュ。バービーには一流のケアをね。金のラメで輝きをプラス。至れり尽くせりだな。自己メンテまで手が回らなくて。最高だよ、ほんと。スパでって感じ。まだ歯ブラシが残って、やめろ。こすっていこうね。動かないで。泥を落とすんだ。くすぎたい。気分はどう？気持ちいい。最高だよ。わあ、リラックスしてきた。輝いてるね。次は髪だよ。お団子はどうかな？何かがかけてる。新しいコートが必要だね。よしよし。わあ、私イケてる。男子は要注意。私がハートを盗んじゃうよ。この新しい洋服かわいい。マジセンス最高。わあ、綺麗だよ。羨ましいくらい。写真撮ろうよ。ポーズを決めちゃって。いいね。確認してみよう。わ、これ投稿必須でしょ。うわ、本当に綺麗。やば、いいねがこんなに。夜遊びしたい気分。ハリウッドにお邪魔します。私ったらスターになっちゃう。ついに夢が実現するんだね。誰にも止められないよ。はあ、寝る時間だよ。美容に睡眠は欠かせないからね。君もね、よく寝るんだよ。おやすみ。さあ、一人の時間を満喫するか。テレビをつけてやる。ん？え？何？針でボールを割ります。お？すごい。青色の素材と黄色い素材を用意します。黄色い布は王冠系にしましょう。こんな感じに細かいパーツを作ってください。最後にボールの形に丸めましょう。気に入りました？うわ、いいね。これをどうするのかな。では作戦開始。チクッとしますよ。今のとこいい感じ。待てよ。新しい頭を装着。いい感じですな。待って。なにこの音。どうなってんの？動画を楽しんでもらえたかな。一緒にダンスするのは楽しいね。二人は私の家族だよ。家族。フラフラしてきた。俺吐くかも。調子合わせて。二人とも、もしかして私と同じこと考えてる？つまり？赤ちゃんが欲しい。やん、そういうの待ってたんだ。で、俺は座ってればいいの？よし、リラックスしてね。象形用粘土をお腹に乗せるよ。サランラップをかぶせたら、さらに長径用粘土を投下。
接着剤を垂らすね。たくさん必要だよ。これで十分かな。乾かそう。良さげだね。おいでバービー。やん。うん？それって赤ちゃん？やばい、生まれそう。どいて、これ以上時間を無駄にできない。ついに実現するのか、楽しみだね。私お母さんになるんだね。行ってみよう。深呼吸して。簡単そうに言っちゃった。どうなってんの？心配はいらないよハニー。頭が出てきた。ほら男の子だ。おめでとう。かわいい。ちょ、俺の子じゃないじゃん。目元がバービーに似てるね。話せないかな。説明してもらいたいんだけど。しまった。あ、気まずい。じゃあ私は退散しようかな。ん？何の音？トイレの方から聞こえる。誰も気にしていないみたいだけど、何だろう。確かめてみよう。誰か入ってる？誰もいない。奇妙だな。待って、トイレに何かいる？これは一体何？人形？ベトベトしていて気持ち悪い。うわ、しかも臭い。あなたたちの仕業ね。いじめっ子って大嫌い。こうだ。今のうち逃げなさい。戻ってこないでね。大丈夫？私と一緒に行こう。綺麗にしてあげないと。難しいかもだけど。だってすごく臭い。まずはスライムを取ってあげよう。うわ、気持ち悪い。ベトベト。よし、全部取れた。まだ汚いな。見た目も最悪。洗ってあげるね。汚れた洋服脱がせないと。ちょっと何してるの？喋った？うん、私喋れるよ。そうなんだ、ごめん、早とちりしちゃった。ごゆっくり。ありがとう。うん、服を脱ぐだけでも気持ちいい。よかった。準備ができたらお風呂の時間。用意するね。温かい水を入れて、ゆっくりするためにバスソルトも入れる。あとは混ぜるだけ。わお、泡がすごい。準備できた？うん。水着かわいい。いい色ね。中に入って。どう？湯加減大丈夫？スポンジが必要。汚れを落としたいからね。ゴシゴシ洗うよ。どう？大丈夫？うん、すんごく気持ちいい。本当に最高。よし、これでいいかな。シュワシュワにしたくないからね。うわ、いい感じ。次は何？あ、そうだ、顔のニキビどうにかしないと。クレンザーって知ってる？大丈夫、私に任せて。動かないでね。うわ、噴火みたい。違う方法を試してみよう。これはいらない。これもあった。これ探してたの。お気に入りのフェイスマスク、栄養たっぷりのね。ニキビにぴったりなんだ。肌がピカピカになるの。使ってみる？ほら見て、間違いなく気に入るよ。あとは待つだけ。うん、ここはどこ？そうだ、フェイスマスク。取ってみよう。効果あったかな？ちょっと違う。あんまり意味なかったか。他に使えるものは？待って、いいこと考えた。キュウリを使おう。美味しくって美容の必要不可欠。顔に置くね。効果あるといいな。その間におやつ。なんかお腹空いちゃった。このキュウリ美味しいな。あれ、どこ？全部食べちゃったみたい。楽しんでいたのに。は？もう一枚ある。なんてね、食べられないよ。こうなったらしょうがない。ちょっと汚いかもしれないけど試してみよう。動かないでね。スライムをのせるよ。うわ、本当に気持ち悪い。効果あるかな。ニキビにしっかり塗り込む。
あんまり自信ないな。うん？嘘！ニキビが消えた？わあ、すごい！覚えておこう。奇跡のニキビ消し、私にも効果あるかな。どれどれ。わからない。人間には無理？私は石鹸でいいや。鏡あげるね。どう思う？肌は綺麗になったけど、まだ気になる部分は残ってる。この眉毛なんていうか、眉毛？気づかなかった。嘘でしょ、見て。確かにそうね。私が直してあげる。わあ、かわいい。手術の時間、何を使おうかな。選択肢がたくさん。どれどれ。ああ、そうだ、ハンマー。へえ。いや、ちょっと違うかな。これなら使える。ダメ、やめて。そうね。ああ、わかった、ピンセットを使おう。ふう、びっくりした。それなら大丈夫。整えるよ。痛かったら言ってね。うわ、毛の数がすごい。ワックスしたことないの？なかなか終わらない。どうしてこんなことになっちゃったの？ふう、暑くなってきた。汗がびっしょり。これが最後。できた。終わってよかった。眉毛綺麗になったよ。すごく似合う。気に入るといいな。あ、忘れるところだった。その歯どうにかしないと。大丈夫、安心して。ぴったりなものがあるの。口を大きく開けて、歯がピカピカになるよ。はい、笑って。緊張するな。よし、行くよ。わあ、まぶしい。まさにハリウッドの笑顔ね。大変身しちゃった。すごくかわいい。素敵に仕上がってよかった。喜んでもらえると嬉しい。あら、気持ちいい。続けて。指が取れない。引っ張ればなんとかなる。痛い、やめて。ちょっと待って、痛いってば。ねえ、大丈夫でしょ。待って、これはやばいかも。新しい髪型に挑戦してみない？それって私の髪の毛？大丈夫、落ち着いて。なんとかなるから。多分使えるものがあるはず。うわ、ゴミがたくさん。この糸何？ポケットの中きれいにしなきゃ。でもこれ使えるかも。私に任せて。電動カミソリを使うよ。手を安定させながら髪の毛を全部剃るの。ベタベタを全部取るためにね。あと少し。できたら糸と櫛を使う。櫛で糸を穴の中に入れるの。いろんな色のね。美容院に行くよりコスパがいいでしょ。わお、私ってすごい。すごくかっこいい。それにおしゃれ。髪の毛で風を感じてみて。スターになった気分、最高。私も試してみようかな。無理ね。何見てるの？あれね。ちょっと違う。これこそが私のスタイル。シックで今どき。気に入った。わあ、私も新しい服欲しいな。あれが好み？オーケー。すぐ戻るね。何か切れるものがあるはず。うわ、違う。これでもない。待って、これなら間違いなく使えるはず。あれ、想像とちょっと違う。もう少し。やっぱりダメ。他には？どれどれ。いいもの見つけちゃった。大自然のコレクション。違うって？アイディアが尽きちゃった。一体どうすればいいの？そうだ、このモデリングくらい使えないかな。どう思う？ちょっと微妙じゃない？どう使うの？見ててね、心配はいらないよ。まずはクレーを平らにしてカットするの。クレー用のナイフでね。最初にこうやって長い線を彫って、ズボンを作るんだ。いい感じじゃない？丁寧に取ったら人形に置く。トップスもね。わお、すんごくおしゃれ。似合うね。羨ましいな。私も欲しい。
でも待って、何かが足りない。ジャケットが必要ね。着せてあげる。わお、洋服にもぴったり。自信を持って歩いてね。わあ、大歓声。最高な気分。写真はこっちの角度でお願いね。美しい。はあ、それにしても疲れたな。忙しかったし。でもよかった。ちょっと休もう。うん。ねえ、起きて。うん、何？ハロー、元気？え？これって夢？うん、現実だよ。見て、かわいいでしょ？手伝ってくれてありがとう。うわ、こんなことが起きるなんて信じられない。本当に本物？友達になろう。すごく嬉しい。でしょ、ハグしよう。授業へ行かなきゃ。わあ、見て、これこそがドールハウス。でも私の方がもっと上手に作れる。絶対コンペに参加しよう。ちょっとどいて、私も応募したいの。離して、危ない。わあ、ダメ。どうしてくれるの。ペンが欲しかっただけなの。わあ、え、どうなったの。うわ、いた。何よこれ。ここはどこ。あ、これすごい。ドールハウスを作るのにいいかも。何からしようかな。完璧に作りたい。まずは壁を作るの。色紙を使ってね。早いし簡単。それにすごくカラフル。どう思う？気に入ったでしょ。私デザイン得意なんだ。ブリトニーどうしたんだろう。え、もう始めたの。そうだよ、すごい。羨ましいでしょ。インスピレーションが欲しい。うん、違う。うん、これでもない。あ、これならいけるかも。あとは待つだけ。おお、やった。すごくかわいい。気に入った。ほら見て見て、必要なものが揃ってる。え、気に入らない。大丈夫、私に任せて。金色が必要。高級感あふれるのが好きなんでしょ。変えてあげる。ちょうどいいサイズに切ったらここに貼る。どう。よかった。眠い。あなたも疲れてるの？何もやっていないのに。いいこと考えた。このカーテンにちょっとだけ手を加えるの。チョキチョキ切ってね。これで OK。 段ボールとカーテンでベッドを作るの。心地よさそう。これでぐっすり眠れるよ。つまらないな。家具置かなきゃ。おやすみ。あれいいかも。私たちにも必要。あ、そうだ、ケンドル、ハロー。何してるの。あの材料ちょうだい。お金なら払うから。わあ、これならいろんなものが買える。チョコレート。大丈夫。え、全然足りないって。もっとくれるの。わあ、今日って人生最高の日。おお、早くしてよ。いやー、私お金持ち。生きててよかった。はい、全部あげる。やっと。ふわふわのベッドを作ってあげよう。四角く切ったら飾り付けをするの。金色でね。でももう少し華やかさが欲しい。フォームに松針を刺すの。パールみたいでしょ。これが最後。あとは一つにまとめるだけ。ヘッドレストにあったかいブランケットとお枕もね。わあ、すごい。ここに置いておこう。屋根にはリボン。カーテンを取り付けるよ。リラックスできるようにね。完成。寝てみて。おやすみ。はあ、最高。お菓子食べ過ぎた。歯医者さんに怒られるかな。起きて。じゃなくてコケコッコ。うん、もう朝。よく寝た。あれ、人形どこ。うん、そこか。ねえ、そこで何してるの。無視しないで、こっちに来て。聞こえないの。ふ、嘘。顔がすごい。チョコレートだらけじゃない。綺麗にしなきゃ。別にいいんだけど。ふてくされないで。
はいはい、わかった。お風呂のメイクオーバーが必要ね。金色の絵の具を塗ろう。テクスチャーが素敵。乾いたら端の方に金色のテープをつける。うわ、贅沢。お風呂もおしゃれじゃないとね。金色のトイレも用意するよ。改善の余地がある。便座を塗ってグリッターを振りかけるの。タンクには金色のテープがぴったり。金色のチェーンも。こんなトイレ初めて見た。完成。どう？すごく豪華でしょ。家の中に入れておくね。トイレはここ。お風呂はベッドの隣。高級感あふれる浴室になった。お風呂をためるよ。あ、これ使おう。お風呂に炭酸を入れる。泡が欲しいからね。ミントも加えればジャグジーの出来上がり。はい、入って。リラックスする時間だよ。お菓子を食べる夢って最高。あれ、現実だった？ん？何の匂い？もうやめてよ、臭い。何食べたの？うわ、もう気絶する。ちょっと臭すぎだって。シャワー浴びないと。ストローしかない。でも大丈夫。ストローをこうやって折ったらハサミを使うの。ここを切ったら曲がる部分にも切り込みを入れるの。パーツをのりでくっつけたら赤と青のビーズをくっつける。次はトイレを作るよ。ベースはフォーム。厚紙を巻いたら便座の出来上がり。必要なものが揃った。壁にシャワーをつけたらトイレの完成。もう少し家っぽくしよう。入ってゴシゴシ洗わないと。ほら、どうぞ。一安心。気持ちいいでしょ。いい匂い。でもドレスが汚れてる。大丈夫、新しい洋服出してあげる。ショッピング大好き。楽しいよね。わお、ワクワクする。何があるかな。いまいちね。違うの試した方がいいかも。どう思う？待って、金色の生地使えるかも。オーダーメイドのドレスを作ろう。まずはテーブルの上に生地を置く。厚紙で型紙を作ったよ。周りを切ってパーツをつなぎ合わせるの。意外と簡単に作れちゃった。試着してみて。うわ、すごい似合う。モデルみたい。ランウェイが似合うわね。リフレッシュ。わ、早くしなきゃ。気持ちいいでしょ。わあ、いい匂い。え、見て、あの洋服。もっとすごいもの作らないと。その前に、この中じゃない。ここはどこ？寝室じゃないみたい。一体何をしてるんだ？はあ？それ使わせて。マスクかい？その中に入ってるよ。やった、ありがとう。違う。これ。待って、これ。いくら？全部あげる。バイバイ。今の誰？ドレスを作るよ。あ、そうだ、あれが必要。ストロー。おしゃれに仕上がるはず。作るよ。まずはマスクのストラップを取るの。どっちもね。次にマスク自体を切る。真ん中から真っ二つになったら横に並べる。くっつけておれば、これだけで完成。かわいいスカートでしょ。はい。わお、トップスにぴったり。ヘッドスカーフもいい感じ。洋服掛けが必要ね。これでたくさん掛けられるよ。完璧。これ見て、座る場所が必要でしょ。素敵だと思わない？うわー、ダメー、やめて、こんなの無理。え、どこから来たの？椅子がボロボロになっちゃった。そうね。ちょうだい。どうしてこんなことに。ごめんなさい。待って、そうだ、金色で隠そう。完全に忘れてた。ここを折ったら完成。いい感じでしょ。壊れてよかったかも。部屋にぴったりなデザインだし。王座に座ってみて。ケンドル、どう思う？見せて。わお、おしゃれだね。そうだ、
私も椅子作れるかも。よし、スポンジ同士をくっつけたら糊を乗せるの。端っこの方までに生地で包んだら糊でくっつけるよ。丁寧にね。真ん中には黒いフェルト、ひっくり返して後ろと横も同じように作る。ソファーの出来上がり。座ってみて、いい感じでしょ。小物もあるよ。部屋に個性が出てきたでしょ。お腹すいた？ケーキあげる。植物もね。絵なんかどう？こういうの好き？恋人との写真もね。もう少しで完成。わお、これこそが家。お城みたい。ちょっと、ごめん。それすごくいいね。金色で素敵。それを狙ってたの。あなたのドールハウスは変わってるね。いい意味で。見て、何か起こってる。嘘を買った。おめでとう。わお、嬉しい。やったね。泣かないって決めたのに。これはさよならじゃないよ。また会えるから。わあ、やった、人形ゲット。わお、すごく綺麗。今日も素敵ね。おしゃれで華やか。やっほー。わ、それ何？今日は髪の毛が決まらないみたい。今の何？人形のメイクオーバー？ベイビーソン。私が先。すごい。邪魔しないで。じゃないと。私？うん、そう。みんなどうしたの？楽しみ。うん、この匂い何？うわー、鼻がやられちゃう。ここに座ってね。うん、これこそがサービス。私と同じくらい臭い。綺麗にしなきゃ。汚れがすごいからね。うわー、これ見て。気持ち悪い。少し時間かかるかも。新品同様にしてあげるね。衛生って大事だからね。今の何？いやー、やめて。汚れがひどくてすごく大変。こうなったら大きいスポンジ。そんなに痛くないでしょ。うわっ、く、なんでポテトの代わりに汚い綿棒。もうピカピカになった。でもまだ匂う。うん、どうすればいいかな。待って、あの箱使える。いいこと考えちゃった。へへ、無料のスライドショー。あれ、これで大丈夫？ついに完成。シャワーだよ。いい感じでしょ。ほら早く入って。悪臭をどうにかしたいからね。シャワーといえば音楽が必要。ああ、この曲好き。いなくなった。わあ、人形が最悪。メイクがぐちゃぐちゃ。このままじゃダメ、評判が悪くなっちゃう。ああ、そうだ、いいこと思いついた。これを使うの。外側に金色の絵の具を塗る。筆じゃなくてスポンジを使うのよ。テクスチャーがいいからね。全部しっかり塗れたらこの飾りをつける。まだ終わりじゃないよ。あと少し。容器の上半分に透明のネイルを塗って金色のグリッターをかけるの。ジェムストーンは足りない。うわー、すごく可愛い。完成。女王にぴったりなお風呂。リラックスする時間だよ。気に入ってもらえるかな。お風呂の温度ちょうどいい。ろうそくつけようかな。雰囲気が良くなるから。嬉しそうだね。なななもういいかな。シワも避けたいし。出ておいで。ココナッツのボディーソープの匂いがする。ナイスチョイス。でもまだまだ。髪の毛にガムがついてる。どうすればいいかな。髪型変えてみる。髪の毛を切ってあげるね。そうすればガムも落ちるし。オッケー、全部取れた。あとはスタイリングのみ。でもブラシがない。あれは違う。 No. ああ、完璧。パチンって切ってね。少しだけ使うよ。片側に糊をつけて爪楊枝をくっつけるの。これで溶かせる。綺麗にしてあげるね。気持ちいい。使えてよかった。美容院に行った後みたいになるといいな。髪の毛がサラサラになった。乾いたよ。髪の毛が。こんなの誰にも見せられない。ブラシで溶かしてあげるね。すごく華やかになった。
髪の毛は一つにまとめよう。あ、ちょっと何するの。待って、これ使えるかも。わあ、ブリトニーにバレないようにしなきゃ。ゲット。似合うに違いない。髪の毛につけてあげるね。うん、かわいい。アクセサリーって最高。微妙。色を変えてみよう。動かないでね、綺麗にしたいから。うん、まさに。あ、でも得意じゃないの。こうなったら最終手段、切るしかない。ボブとかどう。やりすぎちゃったかな。思っていたより難しい。もう無理、全部剃っちゃう。スキンヘッド今流行ってるの。うわあ、頭がピカピカ。やりすぎちゃった、直さなきゃ。ん、そうだ、このリボン使おう。少しだけで OK。 針でリボンの糸を引っ張るの。テープにつけたら人形の頭にくっつける。レイヤーにしてね。ウィッグみたい。わあ、素敵。いい感じに仕上がった。似合うね。前髪も切って、これで完成。ん？何見てるの？ああ、なるほど。確かにかっこいいかも。もしかしてタイプ？わあ、完全に夢中になってる。両思いなんじゃない？うん、でもこの服はダメ。新しい洋服を探してあげる。ほら、ここ座って。これどう？じゃあこれは？可愛くない？こだわりが強いのね。じゃあどれがいいの？もう洋服ないんだけど、何か着ないと。そうだ、いいこと考えた。この布を使おう。そこで待ってて。布を折りたたんだら角を切るの。なるべくまっすぐ切ってね。ウエストに巻いたらレイヤーを加える。金色のリボンで固定したら完成。ドレスの出来上がり。彼に見せてあげなきゃ。すごく綺麗。ほら頑張って。ロマンチックね。まるでおとぎ話。二人とも、そこまでにしといて。プライバシーが必要ね。プレゼントもらったの？やったね。はぁ、眠くなってきた。もう帰って。座ったら。あの子たち誰？今なんて言った？放っておいてよ。笑わないで。人形って意地悪。無視するのが一番。でも洋服変えなきゃ。うん、そうだ。マジック好き？すごい魔法があるの。ゴミ袋をシックなドレスに変える。どう？でしょ、すごいと思わない？黒いドレスはみんな必要。ビーだ、あっちに行って。これで安心。わあ、そのドレスすごい。ありがとう。それはゴミ袋？自分用にもあるの。口開けて水分補給しないと。残しとこう。でもどこに入れる？ダメ、持てたりしない？ちょっと考えよう。時間ちょうだい。うわあ、これ何？何してるの？そんなことさせない。それ、どういうつもり？この小さい歯切れ使わせて。うわ、汚い爪。それあげる。そう？確かにちょっと汚いかも。後で綺麗にしよう。まずはこれをやらなきゃ。布をテーブルに置いたら小さい四角を作る。こうやって折ったら紐を置いてくっつけてね。うわ、プランタもののハンドバッグ。何でも入るの。もちろんペットボトルも。待って、私たちもカバン持たないと。うん、どれどれ、この中に何かあるかも。どれも使えない。ん、これは歯ブラシ入れていたの忘れてた。歯は磨かないよ。ケースの上に糊をつける。これで十分。キラキラのビーズを用意したらケースを中に入れてくるくる回すの。しっかりくっつくようにしてね。歯ブラシを取り除いたらクラッチバッグの出来上がり。この子にぴったり。ドレスに合うからね。大満足。後で出かけよう。ブリトニーって優しいな。親友になりたい。それ私に。絶対に親友になる。プレゼント探そう。これは何だろう。
ダメだ、空っぽ。他になんかないかな。ん？この中は？うわ、ブリトリーにはあげられない。次次、よく探して。あ、花は好きかな。これもらい。ブーケをつけるの。花を合わせたら、紐で結んで、リボンをつける。うわ、かわいい。気に入ってもらえるかな。ほら、二人にあげるよ。ブリトニー、どうしたの？プレゼントがあるの。はい、これ。私に？すぐ戻るね。でも、でも。何か探さなきゃ。どれもダメ。あ、ネックレス？他にはない？虎だ。これならいける。やってみよう。特別なものに変身させるの。恐竜じゃないな。うわ、サソリ。これにしよう。色を塗ったら黒い絵の具で点を描くの。その上に黄色い点。どうなるか楽しみ。ネックレスもね。首にかける。わあ、見て、高級な虎になっちゃった。ケンドル悲しそう。喜ばせてあげよう。ねえケンドル、これあげる。喜んでもらえるといいな。おお、プレゼントなんて初めてもらった。このお花あげる。あーん、気持ちが大事ね。ハグしよう。あなた汚いわね。綺麗にしてあげる。じっとして。お、お守り？シャワーを浴びたかったのよ。気持ちいい。あなたのことも忘れてないわよ。あと何滴か水があればこれでいいわ。これで汚れが取れるわよ。新品みたいにね。たまには自分にご褒美をあげなきゃ。リラックスしてね。これ小さな歯ブラシね。丁寧に口を開けて。すぐにハリウッドスマイルになるからね。歯が眩しすぎてサングラスがいるわね。歯がピカピカ。次は私の番。ああ、落ち着くわ。満足満足。あなたも楽しんでる？どうしようか、お人形さん。髪をどうにかしなきゃね。ありきたりだもの。私はうまいから安心して。ヘアスタイリングのプロなのよ。あなたのせいよ。こうしてみよっか。茂みを引きずられてきたみたい。あー、イライラする。お会いできて光栄です。はい、もちろんです。違うわよ、この子よ。ああ、それなら特別な道具がいります。どこだっけ。ああ、これです。ちょっと難しいかも。動かないでくださいね。まずはボウルが必要。それに水を入れて、食品着色料も入れます。よく混ぜて。いい感じ。あれ、お客様は？お人形の髪を水につけますよ。温度はいいですか？ああ、お人形でしたね。水を髪に染み込ませて、髪を絞ります。しっかり乾かしましょう。わあ、この色似合ってますよ。素敵です。できたの？わあ、変わったわね。ええ、代金は。ああ、キャンディーでもいい？だから子供は嫌なのよ。気持ちよかった。リフレッシュできたわ。わあ、綺麗な髪。あなたも髪を変えたい？最後にシャンプーしたのはいつなのよ。どうしよう。そうだ、これが使えるかも。やってみよう。お人形をテーブルに置いて髪を切るの。あら、ショートも似合うわね。丸刈りは似合わないみたい。頭に毛糸を通していくよ。違う色もね。この方が目立つから。長い部分を切って頭をつけ直すの。わあ、私もこんな髪になりたい。素敵よ。羨ましいわ。エヴァも羨ましがるわ。このチョコレートスプレッド美味しい。食べる？ああ、服にこぼしちゃった。ごめんね。
着替えなきゃね。ラッキーなことにここに替えの服があるのよ。いろんなシーンに合わせてね。どう？かわいいでしょ。早速着てみて。きっと気に入るわよ。わあ、おしゃれじゃない。でもあなたはどんな服も似合うわよね。すごくシックだもんね。ファッションショーに出るべきよ。わあ、素敵すぎて言葉にならない。猫がアクセサリーなんて個性的よ。カジュアルなのはどうかな。観光にぴったりね。ゴージャスだけどカジュアルで女友達とお出かけ、夜遊びするぞって服よね。パーティーガールそのものね。どれも似合うわ。うわあ、服がいっぱい。私が持ってるのよりいいわね。あなたにもワンピースを買ってあげたいわ。お買い物に行きましょう。ちょっと隠してよ。ああ、ごめん。どこ見ればいいかわからないわ。大丈夫よ、もう服着てるから。ねえ、エヴァ、それ借りてもいい？ソックス、後ろにある。マニキュア塗ったばかりなのよ。お願い、必要なの？わかったわよ。うん、汚い。ありがとう、これで大丈夫そう。まずつま先を切るの。こうやって、次は両側を小さな三角形に切るの。これでよし。着てみる？わあ、かわいい。私もこんなワンピを着たいわ。ありがとう、エヴァ。え、聞こえないわよ。あら、いいわ。イエーイ。あ、いけない。脱がせてあげる。あー、ごめんね、許してくれる？私たちはエキスパートです。ご心配なく。靴のことは聞きましたよ。うん、個性があっていいな。筆さばきが見事。トップクラスではないけど悪くないわ。でしょ、あなたはどう思う？うん、どうだろう。ちょっと答えてくださいよ。気に入ったよ。それならよかった。完璧にしたいのよ。そうだわ、ボウルに水を入れてマニキュアも入れるの。いろんな色を使いましょう。綺麗な靴にしたいのよ。これでいいわ。そしたら靴をここに沈めるの。そして動かして、全ての色がつくようにね。わあ、すごい。うちの子はカスタムの靴を履くの。わあ、絶妙な出来栄え。ミラノのファッションハウスも羨むよ。いただこう。あ、マニキュアに靴をつけたのね。芸術がそんなに簡単なら私もやりたい。靴が見つかれば。ああ、どこなのよ。ネットで見てみよう。こんなの買えないよ、高すぎるわ。どうしよう。そうだ、へそくりがあったわ。ネズミに食べられたみたい。なんでいつもこうなるの。本当にどうしよう。この下にお金があったかも。グルーガンとペン使えそう。工夫して作るのよ。まずは風船をお人形の足にかぶせるの。汚くならないようにね。そしたらソックスみたいになるの。グルーを風船につけましょう。これが型になるの。次はフォームペーパー、足の形を描いて切り抜くの。次は色を塗りましょう。レインボーカラーにするわ。違う色で上まで塗っていくの。わあ、綺麗にできた。片側にグルーをつけて、グルーの型をくっつけるのよ。手作りブーツよ。でもまだできてないわ。修正液でグルーを塗るの。白いドットを描いて、すごくおしゃれ。全部自分で作れたわ。気に入ってくれるかな。履かせてみよう。サイズはぴったり。うわー、最高だわ。すごくファッショナブルよ。生まれ持っての才能があるわね。ん？あら、見て、幻じゃないわよね。天才を見つけたわ。どこ行くの？そのブーツを見せてくれるかい？あら、ブラボー、素晴らしい作品よ。ありがとう。こんなの初めて見たわ。それ私にくれるの？え、靴を買いたいの？売り物じゃないの、この子のブーツだから。有名になれるのよ。お人形を幸せにしたいのよ。撤収しよう。私たちって可愛い。そうだ、あなたもスマホを持たなきゃ。買っておいたの。
お互いにメールもできるし。失礼ね、感謝してよね。もう一度行くわよ。ブラシを持って。もう持てるようにしなきゃ。謎の手が出てきた。ありがとう。難しいな。しっかり設計しなきゃね。お人形の手は小さいから。そうだわ、バッグのデザインにするとか。うまくいきそう。うん、うまく描けない。ありきたりで退屈だわ。やり直しよ。エヴァ集中して、絶対できるわ。うん、今回はいいかも。チェーンストラップがついてるの。うわあ、美しいわ。デザイナーになるべきね。天才的だわ。金色のフォームペーパーをクロスの形に切るのよ。次は裏紙を剥がして端を折るの。くっつけたら長いところを折って、バッグの完成。あとはチェーンをつけて。私もこういうの欲しいわ。はい、あなたに必要なものよ。持ち物を入れてね。いっぱい入るから。これでスマホを忘れないでしょ。ブラシもね。全部入るわよ。わあ、素敵。写真撮らなきゃ。インスタに載せるわ。スマイル。生配信だよ。ファンにメッセージは。あら、そうなの。可愛く撮ったよね。君じゃなくてお人形を撮りたいんだよ。悪いけど。はーい。どいてくれるかな。屈辱的だわ。私が何をしたって言うのよ。チャンス借りちゃおう。まさにこういうのがいるのよ。急がなきゃ。エヴァが気づかないうちに、まずこのポケットを切るのよ。綺麗な色だから。それからファスナー、グルーを両側につけるの。ラメのフォームを貼って形を作りましょう。そして丸めてカードに貼ってね。取れないようにしっかりと端にぐるっとグルーをつけて。私器用でよかった。これでいいわ。そしてもっとフォームをくっつけるの。隙間ができないようにね。反対側も同じようにして、ポケットを同じ形に切ってフォームに貼るのよ。次は上の2箇所にちょっとだけグルーをつけて、こうやって小さな布切れを貼ってね。色がない方にも。人形用のリュックの完成。はい、これに持ち物も入れてね。こんな格好私もしたい。急いでくれる。そのリュックどうしたの。かわいいじゃない。ありがとう。いいでしょ。いいと思うわ。あれ、それ私のワンピ。え、違うわ。何のこと。違うのよ。まあいいわ。今日は大切な日なの。ケンが待ってるから急がなきゃ。おっと、汚れてた。あ、バービー、めっちゃイケメン。あ、誰それ。ケン愛してるな。僕もだよ。私も結構好きなのに。ケンが裏切るなんて。あれ、なんだろう。新しい人形だ。イエーイ。はい、やった。え、うえ、めちゃくさいじゃん。綺麗にしてあげる。まずは汚れを取らなきゃ。蜘蛛の巣だ。汚い。うえ。普通のケアじゃ足りないか。じゃ、行くわよ。え、何するの。全身を綺麗にしてあげる。魔法の粉を使ってみよう。汚れがキラキラになるわよ。ん、これで綺麗にしていこう。気持ちよさそう。自分でもやってみようかな。もうすぐ終わるわ。うまくいった。お、顔にもついてた。お風呂の時間よ。全身をしっかり入れて、頭も全部ね。これを上からかぶせとくね。泡風呂は効果抜群でしょ。うわー、綺麗になった。もうすぐ終わるわ。
これは使えないか。ちゃんとシャワーを浴びなきゃ。泡風呂でもダメだなんて。でも二度洗えば平気かも。捨てなくてよかった。リデュース、リユース、リサイクルよね。シャワー室の壁を作ろう。あ、いいでしょ。バービーも気に入ると思うわ。彼女のために選んだの。他には何が必要かな。もちろんシャワーヘッドね。バービーのサイズのはないから手作りしなきゃ。粘土に穴を開けよう。たくさん開けてっと。これくらいでいいかな。次は必須アイテム、ホットグルーの出番。あ、ギュッと押して。次はシャワーヘッドに取り付けるの。ホットグルーもピンク色を使って、バービーにぴったりだから。しっかり接着したわよ。うわー、何か足りないな。あ、そうだ、じゃーん、壁にマッチしてるでしょ。バービーも気に入るはずシャワーの準備はいい？おっと、隠さなきゃ。楽しんでね。覗いちゃダメ。一人にしてあげよう。ごゆっくり。うわー、気持ちいい。時間よ。いい匂い。めっちゃ汚い。でもライフハックがあるから大丈夫。ドレスアップしちゃおう。ずっとデザイナーになりたかったの。バービーが最初のモデルね。完璧なドレスを作ってあげる。あ、プロになった気分。ちょうどだといいけど。うん、着てみよう。うわー、ファッションショー見てられそう。わー、私とお揃いね双子みたいあと一息。可愛いヘッドバンドもつけなきゃ。このボトルキャップを使う。でも色が違うし、サイズも違う。よし、色も変えちゃおう。ほらあー、完璧。でも家が必要ね。電話してみよう。もしもし、マヤ、ここよ。うわー、夢の家だねえ、どう思う？マヤ、こんな家欲しかったの。どうもありがとう。あー、ワクワクした。うわ、おいで簡単そうね。へっや、え、パパー、どうしたんだ。組み立てて。あ、わかった、簡単だ。ありがとう。どれどれ。簡単でしょ。簡単。なんだこれ。牛乳が必要だ。お店は開いてないわ。待って、どこ行くの。いいわ。なんて書いてあるの。わかった。どこから始めようか。簡単なところから組み立てよう。よし。またはどう思う。おっと、サプライズを忘れてた。内覧会と決まった。始めよう。必要なものが全部揃ってる。2階に行ってみる。うわぁ、すっごくおしゃれ。次は寝室よ。私がデザインしたの。いいでしょ。こんな家に住みたいな。どう思う？うわぁ、マヤ、最高の家だわ。でしょ。うわ、このライトも直してくれ。やだ、あっち行って。お腹が減ってる。あなたもお腹空いた？行こう。特別なものを作ってあげる。キャンドルライトディナーじゃないわ。でもそれもいいかもね。デートすることになるかもしれないし。とりあえず夕飯を作ろう。定番のレシピなの。今度のメニューは卵。可愛いでしょ。ミニチュアの卵を作るわね。仕上げは黄身。楽しいでしょできた。はい、どうぞ。目玉焼きだ。ボナペティおいしそう。あ
く美味しかった。サプに行かない？ダメよ、お腹いっぱいだもん。あ、大丈夫、任せて。へいや、エクササイズさせなきゃ。自転車を作るの。人形の自転車は売ってないから自分で作るのよ。後部座席が必要ね。これだわ。これは後で食べよう。ポップコーンの匂いがするけど気にしないで。私は気にならないわ。古い CD をホイールにしちゃおう。昔はこれで音楽を聴いてたんだって。どこから聞こえるんだろう。まあいいや。自転車の完成、出発。うわー、すっごく楽しい。あ、ケンジュ、え、誰？え、うわ、めっちゃ可愛い。ケン、この子が新しい彼女よ。元気？一緒に遊ぼう。可愛い人形ね。こんにちは。君は可愛いね。ありがとう。僕とデートしない？デート？楽しそうね。明日にする？デートに誘われたわ。やばい。綺麗にしなきゃ。家に帰ろう。急がないと。どうしよう、これじゃデートに行けないわ。サロンに行こう。非常事態だもん、しょうがないわ。ごめん、髪を切るわね。うえ、最悪。髪にくっついてる。全部切らなきゃ。ハゲができちゃった。これはいただけないわね。いいこと思いついた。心配しないで、すぐに直してあげる。ちゃんと元に戻すからね。リボンを用意したわ。今回は青を使ってみよう。きっとバービーに似合うはずよ。糸をつまんで引っ張るの、楽しい。髪より長めに切って、これでハゲた部分を隠すのよ。可愛い色でしょ。ハイライトを入れちゃおう。あ、うわー、よく似合ってる。デートの準備ができた。おっと、ヘッドバンドもこれで完璧。あ、忘れてた、メイクもしなきゃ。私に任せてリラックスしてて。必要なものはこの箱に入ってるの。じゃーん、この特別なメガネをかけたら、よし、これで毛穴まで見える。うまくやってね、マヤ。デートに可愛く行きたいから。任せておいて、楽しいデートになるわよ。まずはチークから。白のチーク？マジで？大丈夫よ、剣も夢中になるわよ。次は明るい色。仕上げはこれ。デイジーみたいで綺麗。うまくいったわ。あー、かわいい、私にそっくり。待って、なにこれ。忘れてたわ。こんなネイルじゃダメよ。あー、映画。あ、ごめんごめん。助かった。もうこれはいらないわ。よし、これだ。ちょっと熱いけど、すっごいネイルを作ってあげる。行くわよ。あ、やめて、何をするつもり。もう大げさね。ほら、平気でしょ。これで最後できた。次は色を選んで。この色は嫌。これはどう？いや、これも嫌。じゃあこれは？これがいい。よし、探してみよう。違う、これだ。よし。ちょっとだけ。完璧。失敗しないように集中しなきゃ。できた。うわー、うまくいったわ。めっちゃかわいい。うわー、これで完璧。デートの準備ができたわよ、行こう。あ、来るって言ったのに。どこにいるの？あ、すっぽかされたみたい。何
んだろう。あ、ピッピー迎えに来たよ。来てくれたわ。来てくれたのね。もちろん行こうぜ。あ、ロマンチックね。一人になっちゃった。はいどうぞ。え、もう注文してないけど。え、ラバマツ全額無料。旅行に行けるなら一人だって気にしないわよ。出発、じゃあね。なになに、真夜中なのに眩しい必要ある？ああ、起きちゃいました。ほんとうっとうしい。もう一回寝る。ああ、もうなんとかしないと。ちょっと何やってんの、真夜中だよ。もしもし、来てくれます？なんでしょ。カーテンが欲しい。かしこまり。ゴージャスなサンプルあります。これをもらうわ。はい、それでは寸法を。作業開始。長くはかかりません。早くして、眠いからって気をつけて。おしまい。いかがでしょう。いいね。じゃあ支払い。これだけ。ご冗談を。わかった。ほら、毎度あり、毎度あり。ったく、まあでも寝れるからいいや。それはどうでしょうね。おや、いいカーテンをお持ちで。お、見つけた、別のターゲット。もうちょっと、寝ようとしてんだけど。お隣はカーテンか。いいね、カーテン。でもそんないいものは持ってない。どうすればいいかな。この毛布を使う。この毛布を広げて端を折る。ひたすらこのまま折り続けたら蛇腹状になるね。真ん中をぎゅーっと閉じて穴開けパンチで穴を開ける。かわいい。そしたら紐で結ぶ。穴に紐を通して反対側も引っ張る。これを広げると、よし、できた。窓にかけよう。これで光が通らない。ブー。おやおや、それは困りました。ではおはようございます。この本やめられないな。次が気になる。面白い。本当退屈。何かすることないの。え、何これ。わーお。もしもし、注文いい。対応が早い。はい、どうぞ。これが欲しかったの。パーフェクト。ん、何あれ。まあいいか、使うのが楽しみ。これで私専用のナイトクラブが。すごいでしょ。ね、うお、すごい。わ、すごい。私も入れて。ダメ。うわふぅ。意地悪。あれ、止まったんだけど。あ、そうだ。ねえ、これがあるよ。すごいやつ。紙パックの上を切って星を切り抜く。内側には紙を貼る。色を塗ったらパーティーの準備よし。あと必要なのは振り付けだけ。どうかな。このランプにかぶせればパーティーの準備よし。わあ、あっち行こう。すごいじゃん。最高。かわいい。わあ、本当に綺麗。アシュリー、何してんの？静かに。気が散る。難しいの。あー、ナイス。それいけー。あー、負けた。なになに？あー、そうだ。まあ楽しそうだけど。
私もやれたらな。アシュリー、私もやっていい？あんたが本気？ダメだと思った。ま、いいけど。うぅ、いったたたたた、ちょっと音下げて。お、ジェニファーから電話。どうしたな？おお、今がチャンスだ。このために訓練をしてたんだ。そーっとそーっと、ゲット。よし、急ごう。コントローラーの輪郭を取る。いい感じだね。マジックはもういらない。完全犯罪と。よし、ゲーム再開。気づいてもいない。あとはこれを完成させる。切り抜かないとだね。4つに分けると切りやすいよ。これはいらない。端っこに接着剤を塗って、この並々の段ボールを貼る。これを接着剤につける。形を整えたら上にもう一枚段ボール。いい感じ。でもまだ終わらない。これで完成。よし、ゲーマーになったぞ。わお、これ超クール。必要なのは想像力だけ。超面白い。おっと、危なかった。それいけ。何してんの、ただの段ボールで。まあ楽しいならいいか。やった、勝った。わあ、今の見た。すごいね。じゃ、もう一ゲーム。あ、クリスだ。イタリアにいるんだ。いいね。自分も写真アップしよう。気に入ってくれるはず。角度を決めて。可愛く写る。さて、どうかな。ちょっと。何？写りはいいけど、後ろになんか。もう、アップできない。別の角度は、違う。ダメ。そうだ、ちょっと電話して。もしもし、自撮りがやばいんだけど、なんとかして。よろしく。今度は何を？あとは待つだけ。うわ、重かった。わお。用意しました。お支払いや。楽しんで。これが欲しかった。うわ、パーフェクト。旅行したかったんだ。行き先はいろいろ。おお、パリだ。笑って。これいいかな。いいねがたくさん。大人気だ、私。羨ましいな。私もやりたい。そうだ、思いついた。この段ボールで部屋にいながら世界が見れる。それじゃあクリエイティブに。まずフレームを作ろう。それを切り抜く。そしたらこのフレームを貼ってしっかり押さえてくっつける。次は細く切った段ボールに糊を塗る。そしたらこうやって十字に貼る。まるで窓みたいにね。シャッターも作ったよ。これを壁にかけたらパーフェクトなスポットに。ああ、パーリー。それより山がいいかな。イタリアはどう？さっと写真を撮ろう。うおー、これいいじゃん。わあ、これは？無限にお金があれば何でもできるぜ。おお、金の延べ棒がたくさん。重たいけど大丈夫。ティナ、この金の延べ棒見ろよ。すごくない？どうやって使おうかな。よし。うわ、熱っ。綺麗に溶かして。完璧。汗かいてきちゃったよ。十分かな。よく見ててね。金にはグリッターがぴったりキラキラするからね。しっかり混ぜたらブラシいくよ。汚くなっちゃえ。いい感じ。綺麗。ブラシにたっぷりつけたら準備 OK。 どうなるかな。
何層も重ねるのがポイント。へへ、イメージ通り。うん、どれどれ、使えるものはないかな。これもおらい、こっそり静かに。うわ、うん、どこに行くんだい。こんにちは、これは、支払えないんだったら戻しなさい。まったく。あー、マシュすごいね。ティナ、テープを超えちゃダメだよ。そうだった、とりあえずペンキがあるからいいや。まずは紫、重力に任せてみよう。あー、いい感じに垂れてきた。そして次は手のひらにペンキをつけてこうやって広げるの。手形のデザイン。マシュ、ハイタッチなんてね。どれどれ、二人ともできたかな。うん、どっちもいい感じ。次はベッド。もうこんなにお金使っちゃったよ。挨拶よろしく。棚、これでいいかな。あ、ありがとう。その洋服いいな、使える。それ、うわ、僕の洋服が、逃げなきゃ。ここを閉めたら完璧。よし、まずは棚を横にして。完璧、もう何個か用意しよう。やっほー、ここに頼めよ。マットです。うわ、さっきの、ダメダメダメ、今度こそ取らせない。あ、マットですが。棚の上に置いたらベッドを作る時間。このベッド、下に収納もできるんだ。キラキラの枕、最高。いい感じ。ティナはどう？始めなきゃ。あ、マットレス。ちょっと、私が先に見つけたのに。離せ。じゃあね、いい一日を。手に入ってよかった。早く組み立てなきゃ。こうやって隣り合わせに置いたら。よし、基板ができた。それに無料だし。その上にマットレスとシーツ、赤いブランケットもね。カラフルな枕もぴったりよね。わーお、2人ともナイスジョブ。部屋っぽくなってきたね。マシューはお昼寝中かな。起きて。うわー、起きてるよ。ティナ、この色素敵ね。ん？ベッドの上に誰か乗ってる。次はこれ、カートがくるくる回ると便利だと思わない？テーブルよ、この中身のものを使ってね。うわ、ペットボトルは間違いなく使える。カードでお願い。よし、テーブルの出来上がり。ベッドの横に置いておこう。ベッドサイドテーブル。うん、マシ、カートの中身も使わないとダメよ。え、タイヤとかいらない。ルールはルール、どうにかして使って。はあ、しょうがないな。タイヤに見えなければいいか。布をかぶせるだけでも変わるはず。よし、全然わからない。まだまだ。ひっくり返したら、この金色の足を取り付けるんだ。そのためには道具が必要だな。楽しいチャレンジ。ネジが簡単に入った。またひっくり返したら、じゃーん、全くタイヤに見えないだろ。マシューすごいね。私もやるわよ。よし、これで最後。ダクトテープを使ってこうやってぐるぐる巻くの。固定するようにね。こっちにもつけたらいい感じ。あとはペットボトルにテーブルの表面をつけるだけ。まだ終わってないよ。ここで全部ひっくり返すの。こっちにもテーブルの表面とテープをつける。ここでもしっかり固定してね。熱接着剤の登場。透明じゃなくて赤い熱接着剤を使ってね。わあ、かわいいハートの出来上がり。もちろん糊として使うけど、上にこのフォームを乗せたら黄色い布をかけて。わお、いい感じに仕上がった。二人ともテーブルを見せて。ナイス、ランプ大好き。電球だけあげるね。私からのプレゼント。想像力を働かせて。お誕生日おめでとう。これもらうね。でも大丈夫、その代わりに1万ドル。わー、
おもちゃゲット。まずはこの車、金色に塗るんだ。端から端までしっかりね。金色のランプに金色の車、それに金色の兵士。僕のランプかっこいいな。ランプの傘をつけたら完成。いい感じだな。さすが僕。これ見て、レザーのスーツケース、すごくない？しかも中にいろいろ入ってるの。ランプを作るのにぴったり。最初は長い釘を使ってこの2つをつなげるの。きつくね。あとはこのパーツとコード、木の穴すべてにコードを通して完璧。電球準備はできた？こうやってつけたら完成。それにいい色。わお、2人ともランプが素敵。この金色の変身、個性的ね。こっちはモダンでシンプルなデザイン。ティナさすがだね。あとは何が必要かな。ちょっと手伝ってもらおう。このケーキ美味しそう。誰だ？もしもし、来てもらえるかな？もちろん。彼に任せよう。あとどのくらいお金残ってるんだろう。1ドルか。壁に飾っておこうかな。はい、ティナ、ゴミ。ちょっとマッシュ、意地悪ね。でもこれ使える。まずはストローを切ったら、端っこに熱接着剤をつけるの。そこにストローをつなげるだけ。こうやって六角形を作るんだ。洗濯バサミと友達の写真を飾ったらデコレーションの出来上がり。ここに飾ったらいつでも笑顔になれる。思い出がたくさんあるからね。どれどれ、珍しいもの、これだ。よし。うわ、くっついてる。もっと簡単なものないかな。このおじさんでいいや。行くよ。じゃじゃーん、珍しい絵だよ。お、ありがとう。約束のお金。どれどれ、ここでいいかな。違う、テーブルはどうかな。どうしよう。そうだ、おもちゃの箱、これだ。この絵を外したらフレームの色を変える。フレームの色を変える。ここで恐竜登場。ガオー。足に接着剤をつけて出来上がり。これこそ芸術だな。飾っておこう。ナイス。どう？なかなかいい出来。よし、勝つぞ。わお、二人ともお疲れ様。マシューとティナ、勝者はどっち？ここに現金がたくさんあるよ。二人とも頑張ったけど、今回はマシューの勝ち。あー、よっしゃ、勝ったぞ。ティナには、はい、これ、無限に使えるクレジットカードプレゼントよ。やばい、踏んじゃった。大変だ、拾わなきゃ。綺麗にしてあげなきゃね。同じこと考えてる？チャレンジタイムだ。最高の作品にしようね。みんなお風呂は好きでしょ？砂糖入れたら特に。これ全部入ると思う？それ、これ使えるよね。お待たせ、お嬢さん。おお。このブラシも使おう。ピーリングは滑らかな肌への鍵だよね。気持ちいいでしょ？そうそう、ゴシゴシ。お花みたいに綺麗だよ。よくやったね。あれは誰？これをバービーに渡してくれる？なんて書いてあるの？バービーをプロムに誘ってる。それで？行くわ。やったー。ロマンチックだね。じゃ、仕事だ。枝毛が数えきれないくらいあるよ。ってことはやっぱり散髪の時間ってことだね。見てみよう。ここで1センチ。よーし、早速行くぞ。心配しないで、バービー。痛くないから。がっつり切ってくよ。がっつりって言った？ねえ、本当にうまくいくの？もちろんだよ。本当なのかな？え？あれ？信じて、マイルズ。
オリビアやめて。がっつりいっちゃうよ。ダメだ、見てられない。これが今日の気分。今にわかるよ、心配しないで。いい気分になってるに違いないよ。あと少し。完了。私の髪は悲劇だ。美しい髪がもったいない。なんだこれ、なんでこんなところに。ちょっとちょうだい、髪が欲しい。じゃあちょっと待ってね。頭には穴が開いてるから。でも心配しないで、綺麗にしてあげるから。どんどん重ねていくよ。うわぁ、今までで最高の作品だ。気に入ったかい、バービー。気に入ったみたい。お、何してるの。うわ、ありがとう。青い髪？そうだ。もうそんなに？え、オリビア？やっほー。うわ、君の髪すごく青い。インスパイアされちゃったのよ。いいじゃないか。準備はできてる？うん、これで大丈夫だ。この数字はちょうどよくしなくちゃね。ウエストは？思った通りだ。うん、始めよう。少し切り刻む時間だ。うお、何か見えてきたぞ。これでいいよね。この色はどう？気に入ったかい？うげー、いやよ。え、ダメ？うげー。これ、げー？吸って、吐いて。それがファッション？聞こえない。え？ちゃんとやろうよ。しょうがないな。ほら、これ、こうやって拭くの。そう、その調子。これで落ち着けるよ。どういたしまして？何してたっけ？どうしたんだ？見せてよ。これは使えると思う。うん、きっと気に入るよ。まず膨らませた風船を半分に折る。そして先端を切り落とす。今度はベースも同じように。いいね。風船を広げて風船を足の上に滑らせる。完璧なフィット感。まだまだいくよ。ウエストを引き立たせたいでしょ。小さなベストでアクセントを加える。これで完成だよ。写真撮影の準備はバッチリ。いい感じ。ちょっと、いいスタートだけど、やるべきことはまだある。ネイルが欲しいでしょ。うわ、長い。心配しないで、私がカットするから。これじゃ大変だから、パチッと切っちゃうよ。完璧。これはいいね。尖りすぎてるから手上げといてね。う、嫌な音だな。よし、終わったよ。チームワークが大切よ。え、ハイタッチ、ハイタッチ。もちろんだよ。どういたしまして。うん、この子本当に好きなのかな。どうだろう。待って、首を振ってる。うん、え、見て、バービーが携帯取られちゃった。私が使うから。え、失礼じゃない。ちょっと待って、落ち着いて。わかった、バービーに携帯を作ってあげよう。かわいいでしょ。こんな感じでキラキラにしちゃおうよ。縁として使うよ。周りを囲むの。粘着性があるのも助かる。それに完璧にフィットしてる。次は飾り付け。お金と金、プラスチックで抑えるよ。何事もキラキラがあった方が流行るってね。ラメはいっぱいあるんだ。完璧。自分で言うのもなんだけど。え、ちっちゃくてかわいい。作ったの？うん、バービーにあげる。うまくいった。続き見よう。
Wi-Fi につながってる。見る？もちろんよ。ちゃんと見えるように。この動画面白いね。大好き。私の計算が正しければ。ねえ、匂わない？おお。オリビア、君？まさか。まただ。いや、腕を下げて、バービー。脇の下がやばいよ。もうこれ以上は耐えられない。準備はいい。じっとしてるんだ。いいか？息ができない。大げさね。大丈夫、任せて。サロンへようこそ、バービー。一度ワックスをかけたらもう元には戻れない。取れたね。うわ、これは濃い。うわ、記憶が。でもいい匂いだ。しかもすべすべじゃん。こんなものは見たことがない。次は僕をお願い。僕も滑らかな脇が欲しい。どう思う、バービー？やめときな。ダメよ。聞こえたでしょ。そんなに悪くないだろう。デオドラントつけなきゃ。お腹が空いて何でも食べられそうだ。私も同じ。何それ。私も腹ペコよ。食べたい。ああ、かわいそうに。わかった。たまたまここにケーキがあるんだ。超ちっちゃなケーキだけど。ほら。ああ。なんてこった。何をあげよう。何が欲しいの？私のバッグ？ああ、自分のが欲しいのね。それなら任せて。これが使えるわ。それとこれも。よっしゃ。まずはホットグルーを使おう。それからビーズを貼り付ける。そしてしばらくするとこんな感じに。最後の一つ。よし、おしまい、完成。でももうちょっと付け足したいな。これだ。簡単よ。最高に可愛いバッグ。はい、これあげる。あれ、これ私の。すごい。いいのよ。どうしたの？おしっこしたい。マジで？ちょっと待って、マイルズ。これが使える。ほらね、ミニトイレよ。ほらね。はい、どうぞ。来る。臭すぎる。逃げるんだ。はい、すっきりした。大変身したね。本気、マイルズ。こんな変身感動もするか。大成功だよね。もうこんな時間か。見て、剣だよ。馬に乗ってる。やあ、待ってたよ。ほら、行きなよ。しっかり捕まっててね。わあ、ここはどこ？いい仕事したね。ハッピーエンドって最高だよ。一体なんてことしてくれるの？私のせい？人形をくれないから。二人ともストップ。集中しなさい。蓋を開けてみて。うん？うわあ、これって何かの冗談？最悪。今度は私。わあ、すごい。バター飴の宝石。すごいでしょ。早速始め。ああ、なるほど。ミンディ、息止められる？頭をボールの中に入れて。ちょっとストップ。何してるの？あれ、違う。今のはなかったふり。難しくないわ、よく考えて。手伝ってくれる？ああ、わかった。蜜。虫はタンパク質。ちょっと後悔してきたかも。
見せてあげる。綿飴をボールの中に入れるの。わかった？知ってたよ。ただふざけただけ。面白そう。入れるよ。どうなるかな？何かが出てきた。人形だ。でも汚すぎる。こんなのいらない。だって見て。残念ね。面白すぎる。なんてこと言うの？あなたのは？ん？ああ、そうだった。見てみよう。いくよ。少しずつ溶け始めた。でもこの綿飴食べたかったな。美味しそうなのに。人形が見えた。髪の毛をどかしてあげよう。出ておいで。ミンディのこと笑えないかも。私の人形ホームレスみたい。なんだ、私と同じじゃん。もうやめて。で、次は何？知らないわ。あとは二人に任せる。え、いなくなっちゃった。確かに人形は手に入ったけど。どうすればいいの？何かしらしないと。ニキビがひどい。すごく大きい。潰したいな。うわ、できない。気持ち悪い。せめてこれをつけないと。汚れが飛んでくるかもしれないから。手も汚したくない。絞り出すよ。うわ、来た来た。だから準備が大切なの。口の中に入ったんだけど。でもそんなに悪くないでしょ。ちょっとクリーミー。うえ、信じられない。なんでそんなことするの？潰し始めたら止まらない。でも暴走しすぎたかも。直さないと。ボールの中に糊を入れる。これで十分かな。何かが足りない。あ、動かないで。何してるの？まあまあいいから。アイシャドウを借りるね。キラキラしてていい感じ。全部混ぜるよ。しっかり一つになるようにね。完璧。あとは人形に塗るだけ。間違えたくないから動かないでね。これで不純物がすべて取り除ける。多分だけどね。羨ましいな。私もスパに行きたい。わー、肌がすべすべ。全然違う。いい感じだね。私の人形も変身させなきゃ。まずは汚れを拭き取ろう。どれどれ。うん、マシ。待って、歯が汚い。ゴシゴシしなきゃ。うわ、間違えた。何考えてるの？すぐ目の前にあるじゃない。え、ああ、本当だ。全然見えていなかった。このブラシを使ってみよう。すぐハリウッドスマイルが手に入るよ。大きく開けて。うん、ミント。でもまだ終わりじゃないの。他には何が必要かな。うーん、あ、このピアス曲げて使ってみよう。いい感じ。人形の歯に乗せればすぐにキラキラになるはず。グレイス、見て。どう思う？ナイスでしょ。髪の毛どうしちゃったの？鳥の巣みたい。電話しなきゃ。もしもし、助けてほしいの。うん、本当にやばい。こんにちは、どうしたの？これ見て。触りたくない。
魔法をかけてくれる？どう？お金をくれるならもちろんよ。うわ、でもすごく大変そう。とにかく試してみるわね。まずはシャンプー、間違いなく必要ね。ヘッドマッサージはどう？髪の毛も色落ちしてる。私に任せて、水で流すわよ。タオルで拭いたら変身の時間。私は髪の毛のピカソなの。あら素敵。髪の毛にグリッターを散りばめて人生に輝きを与えましょう。完成。うわー、これつけてみて。洋服に合わないと思うんだけど。しょうがないわね。恥ずかしい。これどうぞ。目が、何よ、大げさね。ああ、キラキラしてる。ちょうだい。どうも、また電話してね。わお、すごくおしゃれ。髪の毛を溶かさないと、いいこと考えた。嘘。イエーイ、ポーズにしちゃえ。全部剃るよ。金色の髪の毛、さようなら。針と糸で、新しい髪型にするの。針を人形の頭に通す。まずはピンク色の糸ね。明るくて素敵な色。もっと色を加えるよ。頭全体を覆うように。余分な糸は切って元に戻すの。いい感じ。私もこういう感じに染めたい。そしたら双子になれる。似合うね。人混みの中でも目立つこと間違いなし。ミンディーどう？わあ、ナイス。人形なんて思えない。洋服も微妙ね。いいこと考えた。こっち来て。はい、クローゼットです。うわー、ありがとう。ファッションショー大好き。何かあるかな。靴のコレクション。ドレスもいっぱい。これ良さそう。ほら、着てみて。ん？ちょっと違うって。じゃあこれは紫が今流行りなの。わかった。他のね。こだわりが強いんだから。待って、これは何だろう。今まで気がつかなかった。素敵なサプライズ。綺麗ね。プリンセスみたいになれるよ。着てみて。やっぱり素敵。待って、靴履かなきゃ。これが良さそう。うん、ぴったり。小物もね。このデザイナー大好きなの。わあ、まさに大変身ね。でも負けない。こっちに来て。うん、もう一度。誰もいないみたい。嘘、本当に来た。高級ブランドの洋服はないけど、これは使えそう。大丈夫、私に任せて。まずは手直しから始めるよ。指を3本切ったら人形に着させる。子供も見てるから恥を隠して。人形をひっくり返したらここをギュッと結ぶ。ベルトになった。 OK。 次は靴。足にサランラップを巻くよ。大丈夫、まだ終わりじゃないから。グルーガンを使ってキラキラの糊をつけるよ。人形の足に直接ね。乾くのを待って固まったら切る。歯ブラシのケースにも糊を乗せたらビーズをつける。かわいいカバンができた。信じられない、すごく素敵。これで全部かな。うん、二人とも綺麗ね。パーティーの準備 OK。 楽しそう。招待されているといいな。マスカラを一塗りして、うん、いい感じ。うまくできた。準備できたよ。ちょっと待った。あらら、これはいただけないわ。なんとかしなくちゃ。いい感じに直すには今すぐ取り掛かろう。必要なものは全部揃ってるもの。美しくなるための宝箱よ。とってもワクワクするわ。くつろいでてね。まずはまつげから。長くて素敵なのが欲しいものね。
これは大きすぎるから手を加えるよ。半分に切ります。つけるのにはピンセットを使ってね。ここがちょっと厄介。すごい素敵、いい出来栄えじゃないかな。どうかしら、見て、驚くと思うよ。そうだね、完璧だよ。ゆっくり、焦らないでしっかり。ここで間違えたら全てが台無し。こんなもんかな。どう思う人形さん。うわ、見てよ、これはひどい。ちょっとよく見せて。思った通り。でも大丈夫、これがあるから。眉毛を抜くよ。うっ、これは痛い。でもこれが使える。綺麗でいてほしいからね。見せて。すごい、このまつげ見て、とってもおしゃれ。いい、冷静にね。ほら、かわいい人形ここにいるよ。どうすればいいのさ。忘れないで、あなたは自分らしく。え、何が起きたの。あれ、あそこ見て。こんにちは、イメチェンの時間だよ。やっほー、こっち。ふう、ちょっとこれ見て。どこで泊まるかな。新しい服に着替えよう。それもそうだね。なんだかまるでゴミ箱から拾ったみたいになってる。どうしようかな。わかった、テープを使おう。これが可愛い服になるよ。じっとしててね。え、あの子何してるの。ちょっと手伝ってもらえない。暴走しちゃった。これを使えばいいんじゃない。ああ、それが欲しかったの。うん、ベタベタする。もう一度やり直し。人形にテープを貼って、体全体に貼ってね。テープを重ねるよ、隙間は作らないようにね。ここで止めて。これは素晴らしいベルトになる。ストラップを2本つけて。すごい、おしゃれだね。羨ましい、私もこんなドレスが欲しい。作ってみようかな。ねえ、次は私の番よ。着せる服を探さなきゃ。インスピレーションも必要だしね。この雑誌が役に立つはず。いや、なし、パス。待って、これだ。これを見て。どう思う？この色に合いそう。私には何がいいかわかるからね。必要な素材もここにある。じゃあ始めよう。まずは布を巻いて、こんな感じにね。メッシュ素材もあるからこれも使って。質感を出したいから腰に巻くよ。最後にベルト状につけて。とっても簡単、これぞドレスって感じでしょ。とっても綺麗。あっちは一体何してるの。見た目もいいし気分もいいよ。それすごい、そのドレス買いたいんだけど。これでどう。いや、売り物じゃないから。それはどうかしら。これならどう。うん、わ、新しい携帯。それでもダメ。そこまで言うなら、この指輪ならどうよ。は？うわ、おっきい。つけてみてもいい？ちょっと、ちょっとだけ。いや、ダメよ。この子のおしゃれの方が大事。いいわ。そんなの必要ないもん。綺麗だもんね。おじゃれすぎて買いたいって言われちゃったね。外でもランチとかしようよ。あ、また回り始めた。そろそろ新しいヘアスタイルが必要かも。でもどんな感じにしようかな。私はあなたの髪好きだよ。またお腹鳴ってる。腹ペコだ。わあ、ラーメン、私のお気に入り。ボウルに入れて水を注いだら、これぐらいで十分かな。汚したくないからね。うん、楽しみ。とっても美味しそう。うわ、何あれ。髪を溶かしましょう。とっても柔らかいブロンドヘア。でもなんか違うのよね。何か斬新なものが欲しいんだけど。ねえ、食べるのに集中したいんだけど。ちょっと考えさせて。わかっちゃった。髪を直して。 OK。 考えたのは、待って、どうなってるの。違うわ、私じゃない、私の人形の髪。私の髪は完璧よ。ああ、もちろんです。いかがですか。経験あるのよね。なんなのこの変な感じ。おお、いいじゃない。どうされたいのです。何か特別な感じで。
お任せください。うわすごい、流れるようなパーマが今シーズンの流行です。いやそんなはずないわ、ちゃんとした対価は渡すから。わかりました、必要なものは揃ってます。これこれ、人生には輝きが必要だからね。髪にクリップを当てたらキラキラパーツを貼っていくよ。かなりおしゃれでしょ。最高の見た目にしなきゃね。すごい、想像していたよりいい感じ。ランウェイに出るべきだわ。冗談でしょ、なんとかしなくちゃ。どうしよう、ダイヤモンドは持ってないし。わかった、幸運を祈ってて。髪の毛を切るよ、急に動かないでね。間違えたくないから。どうかな。は？うわ、それはひどい。いや、最悪だよ。どうしよう。ちょっと待って。私のラーメン。目に解決できないことはないね。人形の頭の上に置いたら、素晴らしい髪になるよ。何やってるの？まるで美容院帰りみたい。これのすごいところは、お腹が空いたら食べられること。まあいいけど、私の人形とっても素敵。私の人形の方がいいもん。二人とも素敵だよ。わあ、彼ってとっても優しい。わっはっはっは、私の時が来たわ。急がなくちゃ。正体を見せなさい。もしもし。これでいいはずよ。うん、完璧。え？こんな時間に一体誰かしら。厄介なことじゃなきゃいいけど。わかったわよ、誰なの。くだらないことなら容赦しないわよ。動物か何かかしら。ちょっと待って、あれ人形、誰がこんなの置いていくのよ。しかもなんでこんなに汚いの。ふん、もしかして同じこと考えてる。こっちに来なさい。どこから来たのかは謎よね。でも大変身させてあげるわよ。私に任せてね、お人形ちゃん。痛い目には合わせないから、ちょっと調節するだけなの。ちっちゃいパーツがいっぱいだからね。もう少し大きかったら、ふん、まずは綺麗にするとこから始めましょう。一体どこに行けばこうなるの。歯磨きマシマシで。ラメくらいいいでしょう。ワンダフォー。ゴシゴシする時間よ。もう汚れが取れてるわ。その調子、もうちょっとだからね。あとは拭き取ってあげましょう。ふっふー、すでにいい感じよ。この汚れも取りましょう。こんなに汚い服見たことない。この後すっきりするわよ。お肌のトリートメントの時間。お人形だもの、輝かなくちゃ。結構いいの使ってるのよ。いい気持ちでしょ、お人形さん。手作りのフェイスマスクもあるわよ。あなたのサイズなかなかないから自分で作っちゃった。ほら見て、完璧。お肌のケアを十分に楽しんでね。次ですって、金髪に少しアクセントを加えるの。そう、夜みたいに黒くするのよ。美容院と同じようなもんでしょうね。数分ここに入れれば、ほら終わり。次はフェイスマスクね。いい感じじゃない。もうちょ、完璧。ハンド君どう思う。ちょっと爪見せて。ほら、痛くないからじっとしてて。もう全然言うこと聞かない。ハンド君そこにいるの。もうイライラする。ハンド君は人の言いなりにはならないみたいね。でもこれ以上どうしよっか。この小さいおててを、見た目をもっと良くしちゃおう。めっちゃやる気出てきた。もうちょっと材料がいるわね。あらら、ここにはしばらく来てないわね。何か使えるアイテムあるかしら。ふん、もしかしてこれ。いいのが見つかった。よーし、おちびちゃん、ミニチュアハンドの作業を開始よ。ワクワクするでしょ。まずはネイルやってからね。
長さどうする？まずはこんな感じ。あとでいくらでも切れるからね。あー大変だった。もうちょっと短くしないと。次は目立つ色よ。もちろん真っ黒に決まってるでしょう。終わったわ。やっと休める。我ながら上手にできたわね。まだまだやることはあるからね。今日はネイル以外にも仕事するわよ。まずは目から始めましょう。片方だけじゃなくてね。まっさらにするのって大事よね。もっとイケてるスタイルに変身させるわ。やっぱり暗い系の色が一番よね。私がそう思うのよ。アイライナーじゃーん。こっちの方がいいでしょ。ここに座ってて。出来上がりよ。紹介したい人がいるのよ。やあ、これを持ってきたんだ。デートに行ってもらえますか？イヒヒ、どうしよう。まあ、なんて可愛らしいのかしら。もういいわ、行って。ちょっと待って、こんなの着ていけない。何考えてたのかしら。大丈夫、直してあげるわ。いい考えがあるの。あなたの古い洋服ダンスよ。必要なものはここに。あんまり好きな色じゃないわね。ダメ、話にならん。必要なものはこの中よ。ねえ、ゴージャスな黒のチュール。これなら何でも作れちゃうわ。ほーら、可愛いメッシュのトップスよ。シックな首飾りも忘れずに。やだ、スカートを忘れてた。これが最高のルックスね。足元もちゃんとしないとね。アクセだって抜け目ないわよ。この傑作を見てよ。私もこんなに綺麗だったら。これでデートの準備が完成よ。いやあ、わあ、すごいよ。日が昇るまでダンスをしよう。もうロマンチックなんだから。まあイチャイチャしちゃって完璧なデートだったんじゃない。次のプロジェクトの時間ね。楽しいことしちゃわない。まずはリンゴジュースを用意。スポイトにこうして入れるのよ。次にテーブルにこうしておくの。おっと、思いっきり汚しちゃったわ。なんてに、わざとやったのよ。しっ、はっは、作業に戻らなくった。やだ、どうしたの？お漏らししてないよね。こんな恥ずかしいこと。大丈夫、助けてあげるわ。すぐに床を乾かしてあげる。必要なのは蓋の部分。開けて紙やすりでこすっていくの。こんな感じで大きな穴が開いたら、小さくてプラスチックのデンタルフロスを使うわよ。グルーガンを使ってフロスを蓋にくっつけるの。こうやってくっつけたら、ここにグルーを乗せたら、ここに穴を開けた蓋を乗せてね。早速使ってみる時間よ。よし、あなたのトイレよ。もうお漏らししないようにね。上手に座れるはずよ。ねえ、高さも完璧。作業終わりと。気持ち悪い。うぃー。もしかして検査したの、人形ちゃん。近くで見せて。まあ、ラインが2つあるわ。妊娠してるなんて信じられない。これは大変だわ。お腹歩きにくそうだし。お腹って作れるのかな。これを使って肩取れるよね。うん、これが使えそう。やってみるしかないでしょう。まずはボール状から始めるわ。ちょっと力を借りないと。この半円がちょうどいいはず。ギュッと押し付けていくわよ。指の力を使う。特別オファーを見逃さないで。スーパーセール、さあ急いだ急いだ。ホンカメ、アギワギがセールだ。今から行くからね、待っててね。わすごい、すげえ安いや。俺のだ。ゴー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 。私の私も欲しいのブー。売り切れです。帰った帰った。やだ、本当に
についてない。ふっ、助けて。え、こっちこっち。この人で大丈夫かな。あたたたた、ういおわお、あううあなた臭い。綺麗にしてあげようね。まずは汚れた服を脱がせて、そしたら魔法の歯磨きトリック。ここまでしなくちゃダメ。 She's fresh, fresh, exciting。 わ、まだ匂い取れない。ちゃんとシャワー浴びよう。古い学校のホルダーが使える。素敵な女性には花柄、コテージのようなシックさで。今私が何をしてるかって、新しい友達のためにシャワーを作ってる。これをピンクのストローにつなぐ。手元が狂わないように。ミスったら台無しだからね。わお、どんなもんよ。いい感じ。でも何か足りない。これだね、プリンセス御用達カーテン。これで丸みもなし。それじゃシャワーだよ。あ、おっとさあごゆっくり。大丈夫、お湯はしっかり出るからね。わお、いい匂いになったね。新しい服を探そう。この服は汚れきってる。いい方法があるよ。黄色と紫、私のお気に入り。デザイナー服が完成。ペアルックだね。あ、でも私は小物が多いや。あなたにも作ってあげるね。ダイヤモンドの輝きを。とってもファッショナブル。お、お家が必要ね。そうしたらご注文ですね。イエーイ。どうも。わーお、私の夢の家だ。どう思う？わー、私にとっても夢の家。おお、わーお、出てらっしゃい。あー、は、パパー。どうしたんだ？これ作ってくれない？ああ、もちろんだ。イエーイ。はあ、どれ見てみよう。パパ、簡単でしょ。ああ、どうだろうな。あ、悪いんだがサビ、忙しいんだ。でも、じゃあ自分でやるか。オッケー、やってみよう。多分これがここにはまる。ふう、気に入ったかな。わあ、とっても素敵。キッチンにリビングにベッドルームがある。これが夢なら起こさないで。気に入った。おお、さすがだサビありがとう。ついでにクローゼット直してくれ。あ、無理だよパパ。忘れるとこだった、食事用意しないと。それじゃ、健康で美味しい食事を。私が友達でよかったね。私は何でも作れるランプのせい。針金を並べたら火をつける。おお、いいね。それじゃ調理開始。小さなお鍋には卵を少量、シリンジで絞り出せばいい。はい、出来上がり。召し上がれ。わあ、ゴミ箱の食事より断然いい。お腹が空いた。それじゃあお散歩一緒に行く。あ、お散歩はいい、もうお腹いっぱい。あ、待って、大丈夫。ストローを用意。まずは1本ぐる。オッケー、こうやってつなぎ合わせるよ。完璧。パパが古い CD 溜め込んでてほんとよかった。箱をシート代わりにしたら自転車が完成っと。ん、カモンバービー、レッツゴーパーリー、あーあーあーイエー、おー、新顔だ。おー、わーおー、はーい、仲良くしようぜ。はーい。はーい。はじめまして、素敵なドールじゃないか。あなたのもとっても素敵だね。スティーブ、待ってよママ。スティーブ、そしたら今度一緒にデートしないかい。え、喜んで。オッケー、じゃあ行くよ、また明日。あ、またね。お、しまった。どうしよう、完璧な女王が返事して。汚い、これは困った。新しいヘアスタイルにしないとだね。汚い。
本当ごめん。でもこうするほかないんだ。信じて、大船に乗った気持ちでいて。ちょっと切るだけだから。この髪も似合わない。一旦全部リセットだね。素敵な髪だったのに。これじゃあハゲじゃん。あ、大丈夫。なんとかするよ。ちょっと我慢しててね。まるでコープスブライドね。なんだかマッサージされてる気分。おお、素敵な髪型。ん、やした。おお、サビー、髪型お揃いだね。双子みたい。あ、待って、まだやることあるからね。ビューティーサロンへようこそ。座ってね。ネイルアートをしていくよ。よし、大丈夫、痛くないから。みんな、自分の爪でやっちゃダメだからね。パーフェクト。じゃあ、色がたくさんあるけど選んでいいよ。どれも綺麗だけど、これが一番いいかな。いいね。じゃあ始めよう。乾いてないといいけど。マニキュアをつけるときは慎重に丁寧に。わお、ワイルドなファッション。おいで、近づいてよく見せて。これこそネイルアートの傑作ね。あなたの初デートはもしかしたら、ま、最高の唇に仕上げないとね。じゃあリラックスして。はい、どうぞ。そしたら暖かくしましょうね。快適に過ごして。それじゃ始めよう。まずはグルーをちょっと乗せる。息を止めてて。では、はっ、魔法の出番。魔法の粉でキラキラリップに。さあ輝け、見違えろ。あなたファビュラスね。私のメイク最高ね。はあ、靴なしでデートへはいけないね。ああ、どうしよう、ヴィトンのサンダルどこかでなくした。ライフハックがある。ピエロじゃなくても風船細工はできる。ヒル、最高にマジカルなブーツ。これで一瞬で乾くからね。わお、いいね。ちょっと、いつまで逆さま。ああ、ごめん、そういうつもりじゃ。靴を完成させるよ。では、これを切り離す。とっても慎重にやろう。 This boots are made for walking. That's just what they do. じゃあ色を塗ろう。ラベンダーにしようね。超かわいい。これもキラキラさせちゃおう。レディーガガも羨むブーツ。じゃあこれに合ったシャツも作ろう。レッドカーペットにだってふさわしい。ここは使わない。あとちょっとで完成。最後の仕上げ。これでよし。いいね。次はスカートを作るよ。あ、これで完璧。おお、わお。とっても可愛い服じゃない。早く着せて着せて。おお、あなたも最高。バッグがいるじゃん。古い歯ブラシ取っといてよかった。ピンクのビーズはいつでも正解。またグルーの出番。力を見せて。全部ビーズを捕まえて。マーメイドのテーマ。はあ、とっても素敵。そのスレンダーな手で持って。パーフェクトじゃん。友達を呼ぼう。みんな、見せたい子がいるの。超素敵だから。来るの待ってる。どこなの、どこなの、どこなの。わあ、うちの子もやって。うちの子もやってよ。時間がないの。これからデートで。じゃあね。ひどい。あ、でも私の服がない。痛い。バービー、ここだよ。どこ、どこ、ここ。大丈夫なの？うん、あなたの服を探すわ。ここにいてね、着替えてくる。何を着ていこう。
これなら似合うかな。あ、これでどうかな。ない、うん、これならどう、うん、悪くない。え、もっといいもの着ていきなよ。まったく厳しいんだからさ。これは、ああバカみたい、私みたいな服着なさいよ。ああ、そうだね。わお、超かわいい。私たちかわいい。でしょでしょ、私たちこそファッショニスタ。心は完全にアリアナグランデよ。ボーグ、ポーズを決めて。じゃあ行こう。バッグを忘れちゃダメ。お腹すいた。あー、俺もだ。でも待たなくちゃ。はぁ、はーい。わあ、素敵だね。はい。その髪型いいよ。お、ありがとう。君の髪型も素敵だ。ありがとう。ようこそ。ご注文は何でしょう。あ、ピザでお願いします。はい、かしこまり。僕らにもピザお願い。わかりました。宿題はもうやってあるのかい。あ、宿題は終わったよ。あなたは。はい、ピザです。ごゆっくりどうぞ。ただうちは超小型ピザはなくって。じゃあ何を食べれば。考えがあります。これを使ってピザから小さく切り取ればいい。はい、どうぞ。超クール。わーおごゆっくりどうぞ。どうも。とっても美味しかった。そうだね。ちょっとやめてよ。おい、何やってんだよ。ここが私の新しい学校。なんか普通。ようこそ。部屋に案内するよ。なかなかでしょ。ちょっとつまらない。ベッドとか見て。でもいけるかも。これこそが部屋。真っ暗で私にぴったり。うん、そうしよう。待って、なんでベッドが2つあるの。一体どういうこと。それは、はじめまして。病んでる感じが素敵。ハグしよう。わお、かなり機敏だね。私たち親友になれると思う。うん、それはない。部屋を半分にするね。線を越えないで、絶対に。うん、こっちの方がいい。読書でもしよう。にほどきしなきゃ。うわ、箱が動いてる。誰かいるの。確かめるしかないみたい。なにこれ。私だって負けない。待って、どこに行くの。箱はあそこに置いておいて、散らかさないでね。わかった。掃除したくないから。このクモの巣、気持ち悪い。どうにかしなきゃ。花の方が全然いい。壁に飾っておこう。空中庭園みたい。すごく綺麗。あ、そうだ、このライト使ってみようかな。最高。あれ、どうしたの。私も始めないと。明るすぎるものはいらない。そうそう、それでいい。黒は大いに越したことはない。窓をつけよう。あとは飾り。これを壁に貼れば華やか、ゴシックな雰囲気にしてくれる。もちろんこれはいいこと。完璧。私たちの好み明らかに違うわね。ん？あれは何？うわ、雲、気持ち悪い。そうだ、あれを取り出そう。全てを変えてくれるもの。あった。当然ながら色は黒。たくさん出てくる。うわ、大丈夫？助けて、ミイラ化しちゃった。心配しないで、私に任せて。自由にしてあげる。できた。怖かった。大丈夫？やっぱり親友になれると思った。手を離して。それが感謝の言葉？この布を壁にかけよう。力
化室みたいでいい感じ。最高ね。うん、いいこと考えた。この布をフラフープに通したらしっかり入れるの。できた。ベッドの上に置くよ。新しいベッドシーツが必要ね。ぬいぐるみも。うん、居心地が良さそう。すごく嬉しい。ハグして。実験の時間。これらの液体を混ぜるよ。今のところいい感じ。でも足りないものがある。それは可愛い雲。雲離れて。クマさんが頭が取れた。どうしてくれるの。ん、私のせい。クマさんおいで。ダメ。ちょっと待って、いい考えがある。これ使えそう。詰め物を床に置いたらLED ライトを用意するの。詰め物にライトを押し込んでスイッチオン。すごい完璧。紐をつけたら天井から吊るす。雲の出来上がり。すごーい。私の部屋にぴったりの飾りね。ずっと見ていられる。すごく落ち着くの。クマさんありがとう。ネイルをする時間もある。暗くしてくれない？眩しい。ライトが必要かな。でも何を使えばいいの。これは興味深い。どこから来たんだろう。別にいいけど。待って、本物じゃない。こんなのずるい。でもこれはこれで使えるかも。天板に骨を並べる。そこには厚紙を敷いておくよ。発泡スチロールをスプレーしたら固まる前にライトを入れる。波型に並べてね。泡をさらに足す。隙間を作らないように。ライトははみ出しても大丈夫。もっと骨を増やすよ。よりリアルにするためにね。頭蓋骨は絶対に必要。最後に色を塗る。スプレー塗料を使うよ。そうすれば早く塗れる。赤い絵の具も加えて完成。世界一のベッドサイドライトでしょ。読書にぴったり。我ながらよくできた。気分がいい。みんなも作るべき。これで本に戻れる。でも気になってしょうがない。塗りたてのマニキュアに勝るものはない。激務のせいで眠くなっちゃった。あれ、毛布に穴が開いてる。どうして。もうイライラする。でもいいこと考えた。その前にあれを用意しなきゃ。私のことは気にしないで。この化粧台もらうよ。何をしているの。あ、ごめんなさい。ここに置いておこう。次は、そうそう、毛布。少し手を加える必要がありそうね。ここを切って、ここを破って、十分。どうなったかな。鏡の上に毛布をかける。穴がハートの形をしているの。テーブルも飾らなきゃ。美容グッズを並べておくといいかも。気に入った。新しい鏡を試してみよう。化粧直し。この部屋にはもっとコウモリが必要。素敵な鏡、壁に貼っておこう。テーブルが欲しい。うわ、意外と物がたくさん。フラミンゴも忘れないようにしなきゃ。あ、ウォールアートもね。小さな家具が欲しい。カラフルな花はいらない。どうせ死ぬんだから。わお、いい感じ。綺麗、家にいるみたい。心地がいい。私頑張った。暗くて陰湿でムーディー。パパもママも誇りに思うはず。この雲柔らかい。読書の時間だ。ん？何？それは？見せて。これは便利かも。思いついた。丸い木を用意するよ。ホットグルーをつけたら、発泡スチロールのブロックをくっつける。しっかり押し付けて、次にチューブを押し込む。反対側も同じように。チューブをこうやって位置したら、クモの巣をかけてブロックの上にも乗せる。こんな感じ。クモとドクロを飾るよ。もちろんコウモリも。チューブにコードで巻きつけたら固定完了。特別なものが必要ね。ここからがお楽しみ。あ、見て、この本すごく面白い。ずっと読んでいられるわ。うわー、痛そう。そんなことはさせられない。ストップ、動かないで。滑る一歩手前だったよ。この目で見たの。
本当に？え、助けてくれたの？私のこと好きなのね。来て、部屋を見せてあげる。これは雲。すごいでしょ？まだあるよ。ほら、お花も。あ、そうだ。これ、自分で作ったんだ。毛布は破いたけどね。ん？あれは何？もしかして頭蓋骨？こうなったらしょうがない。後悔をするのは分かってるけど。あ、テープを剥がした。うん、雰囲気が台無しになるから行こう。わあ、これすごい。すごく個性的。触らないで。コウモリだ。ペット大好き。お願いだからやめて。私たち親友ね。ハグしよう。ハグあんまり好きじゃないんだけど。いいから。向こうに戻るね。ほら真似して。腕を振るの合ってる？右左手はこうするの。はあ、ダメね。とりあえず行こう。あ、鍵が閉まってる。しかもドアノブが取れちゃった。もうちょっと開いてよ。外に出たいんだけど。閉じ込められちゃったね。しょうがない、力仕事するよ。テープ？使えるかも。どのくらい長いか見てみよう。できた。わあ、なるほど。こっち側が私ね。でも待って。そうよ、その通り。必要なものはベッドのみ。本当に？うん。じゃあ手伝ってくれない？わかった。これ近すぎる。ちょっと。何？手伝ってほしいんでしょ？そうだけど。まあいいや、自分でやるしかない。ふっ、これ重たいな。箱の中すごい。わあ、いいかも。これだけでも心地いい。箱は？何の箱？よくできました。壁なんか地味じゃない？絵の具で模様替えしよう。うん、どれがいいかな。黄色は違う。黒？ぴったりな人知ってる。どういたしまして。あ、これこれ、かわいいでしょ。ほら見て。ピンクって気持ち悪い。何か気をそらすものないかな。いいのがあるわ。美しいカメラ。ふん、でも違う。ん？いらない。ちょっと。どうでもいい。もう。でもこれ使えるかも。こうやって切ってね。うわ、うん、完璧。ここからがお楽しみ。絵の具をつけたらポンって押すの。ハートだらけの部屋になる。わあ、素敵。よかったわね。え、私はもっとダークなのがいい。それに足、じゃじゃーん。完璧。ここに引っ掛けて、友達も加える。最高だと思わない？できた。すごく平和でしょ。気に入った？うわ、もちろん最後は雲。それ、え、うわ、これは何かな？ねえ、見てみる？フェアリーライトだ。え、あれ？ごめん。でも大丈夫。一体何をしてるの？びっくりした。電気、どうしちゃったんだろう。向こうにスイッチあるんじゃない？何か見える？どうしたの？あれ？そこで何してるの？面白い。助けてくれないの？そうだ、いいこと考えた。このコップの中にグルーガンを入れるの。次に固めのワイヤーをここにくっつける。何個か作ってね。乾いたら糊を足して糸をくっつけるの。ワイヤーにくるくる巻いたら
完成。まだまだ、次も固めのワイヤーを使うよ。端っこをねじってつなげたら、こうやって別のワイヤーをねじっていくの。いい感じだよ。仕上がりはこんな感じ。次は下に糸を結んでぐるぐる巻きにするの。ちょっと時間がかかるから完成品を見せるね。ほら、最初に作ったものを中に入れて手作りランプの出来上がり。すごく素敵。わあ。そうね、私はどうしよう。使えるものあるかな。ピンときた。この古いランプを私好みにする時が来たわね。君の出番。みんなしっかり捕まって。できた。色を加えよう。もちろん黒。次は傘の飾り付けをするよ。クラシックな建築、それにおしゃれなシーン、完成。私にぴったり。そうだ、忘れてた。笑わないで。差し込み口がなくても大丈夫。集中集中。ほーら、よし。さすが私ね。確かにすごい。でもこれどこに置こう。あのゴミ何？動いてない？もしかして何かいる？ゆっくり、逃げられないように。やっぱり何か動いてる。なんだろう。見てみるしかない。出られないの？おい、誰かいる？何してるの？散らかっちゃう。おお、もうちょっと投げるのやめてよ。でもこれ使えるかも。ランプ用のテーブル、自分らしくデザインしなきゃ。グルーガンが大活躍。ピンク大好き。すごく鮮やかだと思わない？こんなに美しいもの他にないと思う。できた。収納もできるの。上にはランプと小物を置く。すっごいでしょ？気に入っちゃった。いた。犯人はやっぱり君ね。うわ、もう大丈夫だよ。あれは、見てみよう。古いブレッドケース？これは使えるわね。まずは色の変更。黒じゃないものはいらない。何回か重ねて塗ったらこれで完成。ベッドの横に2つ置く。出来上がり。私にぴったりなナイトスタンド。そう思わない？部屋が仕上がってきた。チーズ。あれ？ダメだ。チーズ。どう？嘘でしょ？はあ、ベティ。何？この鏡小さすぎるの。小さい？それ。どういたしまして？やった、ありがとう。私も同じの欲しいわ。本当に素敵。集中。それ。違う？すごくよく見える。あ、いいこと考えちゃった。少しだけ改良しちゃおう。もちろん可愛くね。ここがいいかな。素敵。写真撮ってみよう。どうかな。やった。それ。うわ、これ何？気持ち悪い。ちゃんと出てきて。ああ、できた。
やっと成功。何個か飾ったら、黒いテープをここにつける。もちろん雲も、まさに芸術作品。寝る時用のブランケットに枕、もちろん絨毯も、必需品も忘れないようにね。あ、さっぱり美味しいわ。やっぱりこれに限るわね。ああ、飲みすぎたみたい。おしっこしたい。我慢できない。待って、何これ、に人形、なんでここにあるの。うわ、ひどい顔。ごめんだけど置いておけないよ。見つかってよかったわね。イメチェンの時間よ。まずは汚れを取らなきゃね。うわ、気持ち悪い。鼻くそじゃないといいんだけど、ベタベタしてる。次はニキビ。ちょっと汚れちゃうかもね。うわ、大きいやつ。正直に言うとちょっと楽しいわ。さっきより全然いいじゃん。肌が輝いてるよ。じゃ、リラックスしよう。そして二人は幸せに暮らしました。ロマンチックだね。長い一日だった。お肌のためにもちゃんと寝ましょう。一緒にいると楽しいね。今日もまたドーナツだ。ちょっと待て、あれはなんだ。しー、聞こえないよ。何かが起こっている。そこを、吸血鬼はいいやつでした。ただ誤解されているだけのようです。ですから吸血鬼が無実なことを忘れなく。今度吸血鬼を見かけたらハグしてあげましょう。以上、速報でした。なんたることだ。それじゃ行っていいよ。え、どうしたの。自由の身よ。さあ行きましょう。ちょっと待ってくれ。お前はダメだぞ。え、なんで。私の人形のこと。自由なのは吸血鬼だけだ。でも親友とは別れられない。どこにも行かないわ。心配しないで、何か考えるから。二人でここから出よう。わお、見てみろ、あの色似合いそうだな。あんな唇憧れるな。とても可愛く感じる。そうそう、いい味だ。ああ、何見てるんだ。ちょっと気持ち悪い展開。ああ、なんだろう。待って、いい考えがある。任せて、ちゃんと分かってるから。じっとしててね。まず化粧を落としましょう。真っ白なキャンバスが必要でしょ。そうそう、これこれ。さあ、赤い化粧をしよう。わあ、とても明るい。いいルックスだよ。ロックって感じ。まだまだ手は抜けない。髪の毛も変えなきゃね。じっとしててね、怪我しないように。ブロンドの髪にはさようならよ。金髪は古いでしょ。うわあ、ピカピカの頭だ。大丈夫、直してあげるから。何か暗いものがいるわね。あれ、何それ、糸がほつれた。ちょっと待って、これ使えるじゃん。黒髪似合うじゃない。私にそっくりよ。とても長い。次はどうする。待って、爪が。そうだ、マニキュアを塗ろう。サロンには行けないから、グルガンを使っちゃおう。時間はかからないはずよ。長い糊の束を作るの。これをそれぞれの指にやるんだ。それから接着剤を固める。余分な接着剤を切り落とすよ。わあ、いい感じ。次はマニキュアを塗ろう。完璧な色があるの。やっぱり黒でしょ。ドラマチックな雰囲気が増すわよ。集中しないと台無しにしたくないでしょ。超いい感じじゃん。ちょっとよく見せて。うわ、大変身したね。我ながら上出来。でもまだ直さなきゃ。この服装には違和感がある。もうちょっとダークに行きたいじゃん。ちょっと見ないでよ。その方がずっといい。グラマラスに決まった。ここから出よ。おっと、お前出しなさいよ。わかった。はあ、待って、あれも吸血鬼。そうみたいだな。よし、行っていいぞ。開けるゴマ。うまくいくと思った。じゃあね。トラブルに巻き込まれないように、ニンニクにも近づくな。ああ、これはまずい。鍵はどこ。ああ、好みが違うとルームシェアって難しいですよね。でももしかしたら親友になれるかもしれません。皆さんはどちらの部屋が好みですか。下のコメントで教えてください。この動画を友達に共有してチャンネル登録もよろしくお願いします。